こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていて、むむむな物件見つけたんでしょ?と思ったそこのあなた。ゆっくり不動産を見すぎばい。なんていつも失礼な物言いで恐縮なのですが、今回ばかりは、そんな変態間違えた視聴者の皆さんに感謝の気持ちを示したく、ゆっくり不動産、総集編、に初チャレンジしちゃいますよ。というのも、ゆっくり不動産ではこれまでに300本以上の動画を公開してきたのですが、作業用の耐久動画を作ってほしい。過去の作品をまとめてシリーズ化してほしい。ふるおくんの特集を組んでほしい。といったコメントや DM を以前から多くいただいており、今回はそんな変態視聴者さんの熱いニーズにお答えしてみようと思ったわけです。親切やねー。で、記念すべき第1回目の総集編のテーマとなるのは、上昇。当チャンネルでは根強い人気を誇るコンテンツの一つでもあるのですが、過去を振り返ってみたところ、なんと12作品ありました。まあ全体の動画数からすると少ないように感じるかもしれませんが、そもそも上昇住宅自体レアなわけで、どのくらいレアかというとサザエさんで例えれば波平の双子の兄弟の海平おじさんの出現率と同じレベルといえばしっくりくるでしょうか。今回は過去に内見した上昇住宅をまるっとまとめた動画になるので、この総集編を最後まで見た視聴者さんには、ゆっくり不動産認定、上昇の称号を付与させていただきます。もし視聴者さんに楽しんでいただけるようでしたら、今後はガレージハウスや大改装シリーズに加え、皆さんが大好きな真の変態を間違えたビーフンさんシリーズも作っていこうと思いますので、ぜひコメント欄で教えてくださいね。と、本編に行く前にここでお知らせがあります。大変お待たせいたしました。ゆっくり不動産。オフ会開催決定。いやー、まさか本当に実現するとは思いませんでしたよ。振り返れば、ビーフンさんとの新年会でふと話に出た程度だったのですが、それから、あれよあれよという間に開催が決まってしまったんですよね。皆さんご存知の通り、僕はかなり恥ずかしがり屋さんなので、今回はビーフンさんのお力を借りてのコラボ企画になります。なんでもビーフンさんが定期的に肉会というイベントを開催しているらしく、その記念すべき第50回目にお邪魔させていただけることになりました。当日はご参加いただいた皆さんとバーベキューしながら、新藤さんの講演を聞いたり、ゆっくり不動産チャンネルの新規動画を先行試写会として楽しむ会になりますので、興味がある方はぜひ概要欄にあるリンクから申し込みしてくださいね。初の試みなので今回は若干名での開催になりますが、この企画もお楽しみいただけるようでしたら今後は全国展開も視野に入れていきます。もちろん僕も参加する予定なので、当日視聴者の皆様とお会いできるのを楽しみにしています。それでは本編の方どうぞ。何この青空天気良すぎ。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていたんですよ。そしたらですね。なんじゃこりゃー。やばいですやばいですやばいです。面積8平米、いや正確には 7.9 平米という、超絶ミニマムなワンルームを発見してしまいました。普通のワンルームといえば20平米、いや今時は25平米から30平米くらいあっても普通です。それが、8平米。人類が住める狭さの限界を超えているのではないかという、驚愕のスモール感です。ということで、板橋区に来ております。広い空からの狭い家。へと向かう途中なんですが、これを登った先には何が待っているんでしょうか?なんじゃこやー。地図を見たら荒川と書いてあったので、てっきり水辺なのかと思いきや。水はないのね。時間帯で水位が変わるのでしょうか?そして向こう岸は、こんにちは埼玉県。いやー、ゆっくり不動産も埼玉進出かと思いきや、今回もギリギリ東京都内です。さて、こんな気持ちいい環境で、ウォーキングもランニングもやり放題なエリアに、逆に超狭小なアパートがあるなんて、未だに信じられませんが、向かってみましょう。ワンルームの歴史はですね、その昔20年以上前までは、18平米くらいが主流だったようです。水回りは3点ユニットバスで、居室は6畳以下、洗濯機置き場がないケースも多々あり、なんて感じです。それが徐々に人々のニーズに合わせて大型化してきて、バストイレ別の20平米を超えた面積が主流になり始め、さらに居室も7、8畳くらいある25平米前後がスタンダードになってきた感じでしょうか。デザイナーズ系はあえて水回りをセットにして居室をさらに大きく確保することも多いですが、まあ歴史的にはこんな感じじゃないかと思います。ニーズが多様化し、ミニマルな暮らしを求める人も増えてきたということで、ミニマムアパートの存在も知っていましたが、8平米は想像すらできません。
しかも今日は全く間取りが異なる2部屋を見れるということで楽しみすぎです。さて、広々した河川敷と公園から少し入ると住宅が密集する路地が現れました。この古い建物が立ち並ぶ光景の中にそんなファンキーなアパートがあるなんて想像できます。あったばい。これが噂の狭小アパートですか。確かに一風変わったデザイン。ちょっと大きな戸建てに見えなくもないです。築3年の全8部屋のアパートとのことですが、早速入ってみましょう。こちらがオートロックですね。おお、いきなり階段が現れました。1階にも左右部屋があり、上にもいくつか。どこか下宿っぽい感覚があるのはこのコンパクトさからでしょうか。ドアの密度がすごいんじゃ。さすが狭小アパート。いや、もうこの絵面で狭いことは伝わりますね。それでは今回のお部屋へ。狭ーい。なんじゃこやー。狭いんだけど、なんというか。キッチンでかすぎん。なんですかこのメリハリ感は。部屋の半分くらいがキッチンじゃないですか。キッチンがでかすぎて他に何も置けないというか、あっちに見えてる風呂なんてもう余裕がないからとりあえずバスタブ隅っこに置いておいた感じになってるし。何このアンバランスな間取り。ここの設計師さん熱いわ。発想が素敵だわ。でもよく考えると、キッチン天板は作業用デスクとしても使えるし、料理するときには十分なスペースが使え。冷蔵庫はどこに置くんですか？そんなことは自分で何とかしてください。そんなことを人に頼る人に、住む資格はありません。何せ8平米なんですから、一般常識にとらわれる方には絶対に住めません。いや、むしろこんなにハードルがありまくる家に住めるなんてテンションが上がる。という常識を逸脱した発想の方だけに許される生活になること間違いなしです。料理するときはしご邪魔やないと？いや、だから解決方法は自分で見つけてください。さて、続いて浴室。いや、浴室ではない。これは何と呼べばよいのでしょう。バスタブが申し訳なさそうに居座っているこの空間。僕なんかが場所取ってすいません。いや、いいんだよバスタブくん。君も限界まで小さくなって頑張ってくれてるじゃないか。カーテンで水が飛び散らないように入浴できるかは住人さんの努力です。で、こちらが洗濯機置き場。すごいですよ。この面積にして洗濯機置き場があるなんて。昔なら確実に削られています。コインランドリー行きなさいと。キッチンでかすぎん。すいません、さっきも言ったのですが、どこから見てもキッチンでかいです。あ、玄関ドアの隣には収納らしき扉がありますね。この小ささにして収納を作ってくれるなんて嬉しいじゃない。トイレだったのね。すっかりトイレの存在を忘れていました。むしろトイレが共同であっても文句はないくらいに感じていたので、こんなに立派なトイレがあることに感動です。手洗いは最小サイズ。かわいか。いや、本当にすごいですね。8平米でキッチン、風呂、洗濯機、トイレすべてがついているなんて感動ですよ。普通に住めますね。いや、普通には住めません。これまで自分はミニマリストだなんて思っていた皆さんも、この物件を見たら考え直すんじゃないでしょうか。すいません、持ち物持ちすぎてました。物を捨てられない人間と呼ばれても文句は言えませんと。何やら可愛いサイズのスイッチたち。オートロックの遠隔解除までできるとは。住宅としての機能は 100% 足りています。面積が足りているかどうかはあなた次第。さて、気になっていたはしごを登ってみましょう。おお、エアコンもあるんですね。完璧すぎて文句のつけようがありません。上がった先はロフトでした。しかもかなり広めです。しっかりとマットレスを置いて、ちょっとした収納にも使えそう。
普段はロフトでは寝たくないなんてわがままな選択肢もありますが、ここでは確実にここで寝ることになります。反対側からのビューです。寝起きはこんな目線でしょうか。迫り来る天井のデッキプレート、窓が上部にもついているから部屋全体が明るいですね。あ、はしごはずれないようにしっかり対策されています。料理するときにずらすには少しコツが必要かもしれませんね。まあこういうのは慣れでしょう。いやーすごい空間ですね。8平米だけど縦には長め、なので面積よりも広さを感じます。そして今気づきましたが、外壁というものがほとんどありません。壁のほとんどが窓ということで、明るさは最強の部類に入るのではないでしょうか。本当に面白いなぁ。人生の一瞬でもこんな家に住めるといい思い出になりそうです。昔8平米の家に住んだことがあるったいと間違いなく自慢できますね。飲み会では滑らない話のネタとしても使いまくれるでしょう。いやなんならうち来る？狭いけど。なんてありきたりなお誘いからの狭いのリアクションを楽しめそうです。これはブレーカー、ここにあったのね。めっちゃ探したんですが見つけられなかったんですよ。照明なしでも明るいからまあいいかと撮影していましたが、こんなところに隠れているとは。ブレーカーの場所にびっくり物件ランキングでも上位に入れそう。照明をつけてみてもいい感じです。夜はどんな感じなんでしょうね。こちらが間取り図です。本当に素敵な物件でした。住宅の概念を覆す、こういう発想の設計師さんもすごいし、これを実際に作ったオーナーさんにも脱帽です。世の中の 99% の普通の人には住めないけど、限られた方にドハマりして最高に楽しい生活になりそうです。さて、もうお腹いっぱいなんですが、もう一部屋見られるということで、今日は本当にラッキーです。何でも各部屋でコンセプトが違っているそうなんです。8平米で生活を完結させること自体がすごいのに、8平米でコンセプトに違いを作るなんてもはや芸術ですよ。次の部屋はどんな感じなんでしょう。さて、逆サイドにやってきました。今回内見するのは奥の部屋です。玄関前のスペースはテラスのように使うこともできそうですね。玄関ドアは両開きなので、両面開放すれば室内とテラスを連続して使えるようです。で、ここ洗濯機ですか。なかなかアグレッシブな洗濯スペース。逆に言うと室内はその分1平米くらいはゆとりができているということでしょうか。早速入ってみましょう。広ーい。いや広くはない。それは目の錯覚です。さっきはドア開けてキッチンが押し寄せていたので、それと比べるとちょっと広く感じますね。テラスからは少し段差を降りたフロアです。どうやらまだ退去後の清掃は完了していないようですが、ベッドは普通にシングルサイズが置ける広さ。高い天井からはおしゃれ系照明が吊られています。そして、こちらの部屋はバスタブが大きめです。風呂の快適さを優先した形でしょうか。逆にトイレは隅っこにひっそりと。カーテンで仕切るようですね。こちらの部屋は正確には 8.7 平米ということで、さっきよりも 10% くらい面積広めです。でかいキッチンがないのと、ガラス越しにテラスが見える開放感もあるので、それ以上にさっきの部屋よりも大きく感じますね。え？キッチンがないの？さらっと言ってしまいましたが、とんでもない事実を見つけてしまいました。さっきはキッチンでかすぎんなコンセプトでしたが、こちらの部屋ではむしろキッチン不在。IH コンロと洗面の水で頑張りましょう。というスタイルですね。つまり快適なベッドと浴室に注力するコンセプトなのでしょう。なるほど。これが部屋ごとのコンセプトの違いだったんですね。こちらが間取り図です。玄関前をテラスとして使うイメージがわかりますね。
天気のいい季節は玄関側のガラス戸を開放して屋外も取り入れた生活スペースとして使えそう。これも最初の部屋にはなかった特徴です。いかがでしたでしょうか。超超狭小ワンルーム、個人的には史上最小物件の内見になり興奮の連続でした。これより小さい住居なんてあるのでしょうか。ご存知の方はぜひコメント欄で教えてください。今回は狭小ワンルームでしたが、狭小戸建てなんかもゆくゆくは見てみたいです。次回も変わった物件の内見を予定しています。お楽しみに。空が青いなぁ。こんにちは。個性的な物件をご紹介するゆっくり不動産です。またまたとんでもない賃貸物件が登場したと聞いて大阪の豊中市にやってきました。なんでもコンテナを積み重ねたような住宅の作り方の常識を覆す物件なんだそうです。なんじゃそりゃぁ。そんなの見る前から面白いに決まっとうばい。ちなみに今回の物件、標準的な20フィートコンテナというサイズだそうで、長さ6メートル×幅 2.4 メートルの約13平米というサイズ感だそうです。この13平米の箱に、生活に必要なものは全て詰まっているらしく。なかなかのミニマム住宅。作り方も中身も何とも興味が湧く物件じゃないですか。当チャンネルで狭小住宅といえば、あの過去一の衝撃的サイズ。面積8平米の超ミニマムアパート。でしたが、あの物件との比較の意味でも興味津々です。ということで、大阪まで飛んできたわけですが、川の向こう側が大阪市、こちら側が豊中市という位置関係です。やっぱり水辺の街はいいな。散歩やランニングのコースとして最高に気持ちよさそう。しかも近所にはめっちゃ充実していそうなスーパー銭湯。ミニマムアパートで風呂が充実しているということは難しそうなので、これはポイント高いですね。というわけで、着きました。なんじゃこりゃあ。ガチでコンテナが積んである。何も知らずに通りがかったら。トランクルームかな？おしゃれなカラーリングやねえ。なんて思ってしまいそうですが、まさかこれが住宅とは。ちなみにここは港ではなく、紛れもなく住宅街のど真ん中です。住宅街に突如現れた、この謎のカラフルブロック。なかなかのインパクトですよ。それでは早速入ってみましょう。ここがエントランスということかな？なんじゃこりゃあ。かっこよかあ。箱の真ん中に鎮座する鉄骨階段。そして、それぞれの箱への通路がぐるりと囲んでいます。なるほど。2階の箱へはこの階段でアプローチする形ですね。そして階段下には芝の中庭空間と、味が出まくっているベンチ。ベンチはベンチでも、市民プールにあるやつやもんね。このチョイス、好きすぎます。いやー、すごいですね。本当にコンテナらしき箱がポコッと置いてあります。コンテナに、サッシや配管といった住むのに必要なパーツがついているだけ。と言っても過言ではないほどのシンプルさ。これはもしや究極の効率的建築物なのではないでしょうか。色も、白、青、黄色というカラフルさ。なんて斬新な住宅なのでしょう。こうなると、室内が気になって仕方ありません。早速見てみましょう。今回は2階の2部屋を見ていきますよ。何せ13平米、つまり 8.5 畳の箱の中に、生活に必要な全てが詰まっているということで、一体どうなっているのでしょう。2階に上がってきました。共用部の床は全体に人工芝で雰囲気がありますね。さて、こちらが一つ目の部屋です。ちゃんと郵便ポストもついてますね。玄関は窓ガラスの引き戸。サッシに鍵を設置してあるタイプのようです。インターホンもあります。ポチッとな。それでは玄関入ってみましょう。なんじゃこりゃあ。玄関と思ったら水回りフルオープン。と思ったら玄関ここだったのね。もはや、風呂がスケスケ。とかいう次元ではなく、全水回り合体。ちょっと落ち着いて一つずつ見ていきましょう。まずは、こちらがトイレ。いや、正確にはこちらが便器。トイレットという空間になっているかは別として、便器のポジションはこちらです。続いて、洗濯機配管。洗濯機はこちらです。
推薦が床寄りというポジショニングもなかなか珍しい光景。そして、シャワーからの部屋全体ビュー。で、シャワーの位置すごすぎん。究極のミニマムシャワーブース。これは、今まで内見した浴室史上、最も衝撃的かつ効率的なレイアウト。カーテンレールが四角くなっているということは、ドヤこの浴室。玄関からこの近さ。これはすごすぎます。効率的なんて言葉で片付けられないほどのミニマムの極み。しかも、これはキッチンですよね。いや、トイレの手洗いも兼ねたシンク。シャワーを使わないときは、この床が調理場になるわけですか。一石何鳥なんですか。そしてこちらには、何やらカーテンレールらしきものが。ということは、ここで居室と、玄関&水回りエリアを区切れるわけですね。つまり、ワンルームではなく、間取りは 1K。と言って良いのかわかりませんが、もはや常識を超えたレイアウトなので、間取りという概念は忘れた方が良さそう。キッチンの IH コンロを設置すれば、料理もできますね。改めまして、こちらが居室側。水回りを極限まで犠牲にした、もとい、効率化したおかげで。13平米なのにこのゆとり。ベッドとソファーも置けてしまいそうな余裕がありますよ。こちらは棚でしょうか。クローゼット的にも使えそうな棚が準備中のようです。エアコンも完備です。何せこのサイズ、空調効率はバッチリでしょう。真夏にトイレをキンキンに冷やすこともできそうです。なんとバルコニー。なるほど。コンテナ型の箱をずらして重ねているので、1階のコンテナの屋上部分がバルコニーになるんですね。しかもこの開放感、周りからは丸見えですけど。まあ、周りは同じコンテナ住人さんなので、親しくなればさほど気にならないでしょう。サマーベッドとビーチパラソル置いて、ビールが美味しそうだなぁ。13平米のミニマム住宅にとって、テラスというおまけ付きなのは熱いです。ということで、以上が一つ目の部屋でした。いやこれ、何がどうなってこうなったのか、設計士さんに120個くらい質問したいなぁ。と思ったら今回、オーナーさんに質問できました。早速ですが、これはコンテナを改造した住宅なのでしょうか？いえ、実は輸送用のコンテナをそのまま住宅にすることは、法律上できないんです。JIS規格という、日本の法規に合わせて強度などをクリアする必要があります。そこで、大きさは20フィートコンテナと同じサイズにしたまま。鉄骨造の箱を海外の工場で作って、ここまで運んできました。それは知りませんでした。コンテナハウスなんて言葉も最近は聞きますので、OK なのかと思っていましたよ。ところで、なぜコンテナと同じサイズが良いのでしょう？コンテナのサイズというのは、世界基準で統一されているので、このサイズで作ると、海での輸送、陸での輸送ともに、輸送費を安く抑えられるんです。物価の安い海外の工場で、あらかじめ完成させた住宅を輸送し、日本の現地に持ってきて、配管や配線をつなげば完成する、という建築手法にチャレンジしてみました。何その発想、目から鱗ばい。いやー、めちゃめちゃ合理的ですね。安く作れれば、家賃も安く設定できますしね。コストの面ももちろんありますが、このコンテナ型住宅というのは、設置した後も簡単に動かすことができるんです。例えば、自然災害で仮設住宅が必要になった時などは、被災地にこれを運び込めば仮設の住宅として機能します。不動産ではなく動産になるんですよ。そういったメリットにも共感してこのスタイルにチャレンジしてみました。めちゃくちゃよか話ばい。文字通り動かせない不動産の常識を超えた発想、やばすぎます。なんとも壮大なテーマに挑戦した物件。キッチンがちょっと小さいかななんてちっぽけなことに目を奪われていた自分に反省中です。この物件はハーフシェアハウスという位置づけで作っております。一応室内に生活に必要な最低限の設備は用意しているのですが、1階にシェアキッチンがあるので、しっかり料理するときやコーヒーを入れるときに使っていただけます。なるほど、共用の設備があるんですね。シェアハウスだと自分の個室には水回りがないのが基本ですが、その点、一旦は自分の個室で完結できるハーフシェアハウスというのは面白いですね。お風呂はバスタブがないのですが、すぐ近所に銭湯がありますよ。それもいいですね。こんな現代だからこそ、銭湯暮らしというスタイル、なんか憧れますね。はい、ということで、二部屋目にやってきました。と言っても全て同じ作りです。
こちらは家電を設置したり、少し造作を設置中とのこと。あ、洗濯機を置くとこんな感じですね。さっき言い忘れましたが、ここも棚になってますね。何やら壁に造作が設置されています。実は私もここの一部屋に住み始めました。住んでみて使いやすいように少しカスタムしています。後でよかったら部屋を覗いてみてください。覗きます。あ、あれはバルコニー。なるほど、バルコニーの場所に合わせてドアの位置を変えているんですね。ある程度フレキシブルに作れるのはいいですね。ということで、こちらが間取りです。テラスの位置やサイズは部屋によって変わりますが、箱の中身は統一規格。なんとも効率的な作り方にテンションが上がりましたよ。実際に住んでいる部屋も後で見られるということで楽しみです。さて、ベンチ前のこちらがシェアキッチンだったようです。あ、共用部ということでガラス部分が多くなっていますね。入り口はこちら。普段はロックされていて、住人さんだけ自由に使える環境のようです。おお、やっぱり生活備品が置かれると使い方のイメージが湧きますね。内見した空室は文字通り空っぽの箱でしたが、こちらはしっかり使われている感じ。部屋番号がある。一部屋あたり6個、棚を用意してあります。これはいいですね。自室内には最低限の食器だけあれば OK で、あとはここにストックできますね。本格的なコーヒーマシンなんかも置いてあって素敵です。キッチンでか。キッチンというより厨房と呼びたいサイズ感。なんじゃこやー。スマホでレシピを見ながら料理できるのかな。いや、しかし同じ13平米の箱をキッチンだけに特化するとこんなに充実するんですね。確かに 8.5 畳のキッチンといえば贅沢なサイズ。ベンチ前の芝スペースではバーベキューなんかもできますよ。素敵です。箱を積み重ねて作る集合住宅、重ね方をずらすことで生まれる余白をテラスにできるというアイデア、なんとも面白いです。工事中の動画もありますよ。へえ、本当にトラックで運んでる。海外の工場から船で運び、港からはトラックで陸送。まるで商品を買う感覚で家ができちゃうじゃないですか。で、クレーンで設置するわけですね。なんとも衝撃的。ちなみに、一つの箱でおいくらくらいするのでしょう？諸条件によって変わりますが、一つ300万円強でしょうか。車の新車を買う感覚ですね。これの中古の市場ができるとさらに面白いと思いますね。確かに、移動が簡単なので、中古が文字通り流通する未来を想像すると、なんとも楽しくなってきます。ちなみに、箱を置くための基礎工事や階段部分などは普通に工事は必要です。なるほど。とはいえ、工期も短く、あっという間にできそうですね。というわけで最後に、オーナーさんが実際に住まれている部屋を見せていただけるそうです。あ、玄関はカーテンでプライバシー対策するわけですね。これは住んでますね。すごい。一気に生活イメージがリアルになりました。空箱を内見しただけでは、いや、これどうやって住むの？と疑問が残っていましたが、生活備品が見えるとリアルになります。めっちゃ充実。思ったより空間がかなり広めでした。普通に考えたら13平米のワンルームなんて、ベッド置いたら終了なんですが、ソファースペースまで普通に確保できるこのゆとり、水回りを超コンパクトにしたから実現できる居室側の広さですね。とはいえ、13平米というミニマムアパートであることに変わりはないので、快適さと広さを求める普通の人には全く向きません。あえてこんな面白い暮らしがしてみたいというチャレンジングな方が、新しい暮らし方で新しい発見を楽しんでいく、そんな題材として面白いなぁと思いました。共用キッチンと近場の銭湯を活かしながら、こもりたい時は自分の巣箱で何日でも生活できるハーフシェアというコンセプトを楽しんでみるのも良さそうです。個人的には純粋にミニマムな暮らしを追求した結果できた物件ではなく、動かせる箱という新たな可能性も含めて想像されたことに惹かれる、なんとも面白い物件でした。いやー、世の中にはまだまだ面白い物件が眠っているんだな。ご協力いただきましたオーナーさん、ありがとうございました。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃんけんぽん。
ふふふふふ。空が青いなぁ。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていて、むむむ、な物件を見つけてしまいました。なんと、16平米のコンパクトワンルーム。へ？16平米は普通やないと？と思った視聴者の皆様、ゆっくり不動産に侵されすぎばい。まあ確かに、個性的な物件を紹介する当チャンネルでは、すでに、8平米、なんて異次元の狭さの物件を紹介済みなので、16平米は十分でかいと思ってしまうのも無理はないんですが、一般的にはワンルームは20平米から25平米くらい、最近では30平米以上あるリッチなワンルームも普通にあるくらいなので、16平米は十分に狭いと分類されるサイズ感。で、大きさはさておき、むむむ、と思ったのはその間取り。普通の金太郎飴的なワンルームってこんな感じですよね。玄関、廊下の左右に水回り、奥に居室、さらに奥にバルコニー。ワンルームといえば、これがスタンダードなんですが、今回の物件は、この順番が逆転してしまったような間取りなんです。へぇ、どげんなとうとう？と不思議ですよね。ね？ね？というわけで、今回は東京都北区にやってきております。最寄りは板橋駅。北区だけど板橋。あの8平米の超狭小物件も、160平米の特大ガレージハウスも板橋。だったので、今回も楽しみでなりません。というわけで着きました。新築ほやほや。スモール住宅がメインなので、建物も小ぶりですが、杉板模様がかっこいいコンクリート打ちっぱなしなデザイン。こちらがエントランスですね。屋外やのに天井が板張りやらシャレトンシャー。小ぶりだけど、細部までデザインされている感じが好きです。あ、宅配ボックスもありますね。一人暮らしにはありがたいアイテム。ところでワンルームに限らずですが、狭小住宅、タイニーハウス。ってなぜか惹かれるんですよね。普通に考えると、掃除や空調はさておき、広い方がいいに決まってるんですが、なぜか、小さいことの魅力ってあるんですよね。単純に狭い分安い、とか、ミニマリスト的な思想が素敵、とか、そういう話もありつつ、小さく詰め込んだ創意工夫に惹かれてしまうような気がします。で、そんなワクワクを胸に、今回は16平米のモデルルーム2部屋を内見していきますよ。はい、まずはこちらの部屋から。シューズラック狭すぎん。サンダル限定かいな。玄関は土間なスタイル。室内もチラ見えしておりますが。こんなところに小窓。玄関の土間がここまで続いています。小さめワンルームなのにこんなに玄関でかくて大丈夫かしらといらぬ心配をしてしまいます。むむむ。あ、なるほど。予備の棚板が乗ってたわけですね。これも含めて自由に高さを調整できるようになっています。超ロングブーツも置けます。サンダル限定なわけなかろうもん。いきなりベッド。いきなりステーキ張りにいきなりベッドです。金太郎飴ワンルーム業界では玄関入ったら左右に水回りってかっちり決まったルールがあるんですが。常識をぶち破る発想が素敵です。天井はつるっと仕上げのコンクリート打ちっぱなしですね。あ、そしてベッドの上部にはハンガーパイプ。これは最近流行りのオープンなクローゼットじゃないですか。お気に入りの服の下で眠る超効率的なレイアウト。いきなりベッドな間取りを見るのは初めてなので、どんなメリットがあるのか妄想してみているのですが、泥酔して帰宅したら玄関から2歩で就寝できる。というのは熱いですね。玄関の小窓が寝室の窓代わりにもなるわけですね。カーテンレールもついてます。あ、気づいちゃったんですが、このベッドあれじゃないですか。ソファーベッド。うん、これはいいですね。狭い空間だと、変身する家具はとっても合理的。ということは、この空間は寝室兼リビングになるわけですね。ちなみにアメリカでは、ボタン一つで部屋ごと変身するなんて新商品が出てきているらしいので、いつかそんな部屋も内見してみたいな。こう見ると、壁側にテレビを置いてくつろげそう。そういえば、床がタイル張りというのも特徴的。
さて、それではまた返信させましょう。これは素敵やね。と言いつつ、僕みたいな面倒くさがりなタイプは常にベッドになるっちゃけどね。なので、ベッドからのテレビビューも確認しておきましょう。いい感じ。コンパクトにフィットしたリビング&寝室的空間を確認したところで、先へと進みましょう。床が浮いとう。こんなところに間接照明を仕込むとは、ここの設計師さん。ムフフ。ですね。置いておけば、とりあえず部屋がおしゃれに見える、英語のデザイン関連書籍。これは鉄板です。絶対に読まなくても、おしゃれなふりをするには必需品。そしてこちらはキッチン。キッチン長くない?16 平米なのに、二人で並んで食事もできるカウンター付き。簡単なパソコン作業なら、ここでサクッと済ませられそう。持ち物のセンスが良すぎたい。シンクはコンパクト。その下には収納がありますね。ん?で、これは、体重計ではなく IH コンロ。なるほど。料理しないときはしまっておけば生活感が出ないし、スペースも広く使えますね。持ち物が少なく、料理はあまりしない人向けと考えると、いろいろと合理的に作られています。小窓もついてます。あ、網戸にもできました。こちらもカーテンレール付き。この棚におしゃれにアイテムを置けるセンスが欲しいです。センスが欲しいか。あ、ここは冷蔵庫スペースですね。コンパクトなサイズ用。ここが部屋の突き当たりですね。本当に珍しいレイアウト。そしてこちらには洗濯機スペース。あ、資料によると、モデルルームだけでなく。全部屋ドラム式洗濯乾燥機付き。これは熱いですね。一人暮らしで欲しいけど、予算的に手が出にくいのがドラム式洗濯乾燥機。バルコニーがないので、洗濯物を干せない分。テクノロジーで解決策を提供するスタイルはありよりのあり。ということで、部屋の一番奥には冷蔵庫と洗濯機という、なんとも珍しい間取りでした。あ、こちらの扉は。風呂がスケスケ。ゆっくり不動産では定番となったガラス張りスタイル。もはや安心感があります。おお、黒いタイルがかっこよか。水回りはバスタブなしのシャワー、トイレ、洗面をキュキュッと詰め込んだコンパクト式。面積を小スペース化したことは一目瞭然ですが、この黒いタイルが素敵なのと、デカシャワーヘッドが嬉しいのでネガティブな印象がどっかに行ってしまう不思議。これでシャワー浴びたら毎日気分爽快。カーテンレールもあるので、風呂がスケスケが気になる方は隠せま、僕はフルオープン派ですけどね。シャワー中にキッチンが見えて開放的。は、来るときに、近所でとっても雰囲気のある銭湯を見つけちゃったのですが、基本はシャワーで済ませて、週に何回か銭湯に行く生活も素敵ですね。ということで、以上が一つ目の部屋でした。こちらが間取りです。一見してかなり個性的で、いびつな形をしています。狭いワンルームなのに玄関が広く、ベッドが手前、水回りが奥にあるという面白い間取りでした。金太郎飴なワンルームと並べると、なかなかのギャップです。ということで、もう一部屋もさらっと見ていきましょう。こちらも同じ16平米だけど、間取りは全く違うそうです。めっちゃオープン。いきなりベッドではなく、いきなりキッチン。コンパクトワンルームということで、必然的に、いきなりシリーズになるのかしら。玄関はこちらもフラットな土間式。というか、玄関という概念が存在していない気がします。ここすでにキッチンですから。シンクは若干大きくなりました。で、こちらもコンロは IH 式。こちらは冷蔵庫スペース。サンダル限定シューズラックではなく、こちらも棚板が余ってます。玄関とキッチンが合体し、通路がミニマムになってます。キッチン下には多少収納もできそう。で、このオープンキッチンですよ。狭いワンルームとは思えない、開けた居室ビュー。そして本日の皿洗いビュー。普通にソファーやデスクまで置いてあり、先ほどの部屋よりも広さを感じます。正直16平米に見えませんね。一人暮らしなら十分にくつろげるソファー。見渡してみると、確かにそれぞれの家具は小さめのアイテムがセレクトされています。家具や雑貨のセンスが良いのもありますが、まるで 1LDK の部屋を内見しているような錯覚。いや、確実に16平米のワンルームなんですけどね。ふと思いましたが、
小柄な人ならゆったり暮らせる場合。これって面白い視点な気がします。普段体格を気にして物件を選ぶこともないでしょうが、コンパクトルームになると、小柄な方ほど相対的にゆとりを感じられる特権。逆にこの空間にゴリマッチョが住むとなると、それはそれで意的に面白い。こちらが洗濯機スペース。普通ならびっくりするような場所にありますが、何せ16平米。何がどこにあっても驚きません。そしてこちらがベッドスペース。ややコンパクトなベッドなので、ゴリマッチョ様ははみ出し注意。ただ逆に、ソファーベッドで変身する必要はありません。ハンガーパイプはこんな形に。そしてこちらが水回りでしょうか。一緒。予想外に、さっきと全く同じ水回りでした。こちらのスケスケ具合も確認しておきましょう。しっかりスケスケ。道路までスケスケ。これはさすがの僕もカーテンをせざるを得ないですね。こちらもデカシャワーヘッド。ということで、以上が二つ目の部屋の全容です。こちらが間取りです。いきなりキッチンが特徴的でした。一つ目の部屋と似ているのですが、ちょっとの違いで内見した印象は全くの別物。は。この二つは、合体。何これめっちゃ楽しかー。勝手にパズルを完成した充実感を味わってしまいましたが、やっぱり間取り図では実物を想像するのは難しいですね。複雑な立体パズル図面はビーフンさんで体験済みですが、平面でのパズルというのも珍しく、なんともユニークな新築物件でした。コンパクトワンルームなのに、予想以上に楽しい暮らしができそう。古き良き、ザ・銭湯も味わえますしね。最近はシェアハウスの充実した共用部にもとっても惹かれてますが、ワンルームにはまた違った魅力がありますね。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。チェン、ケン、ポン。うふふふふ。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていて、むむ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 。な物件を見つけてしまいました。なんと。建物の幅がたったの 1.6 メートルしかない。上長極細な 1K アパート。なんじゃそりゃ。細い物件といえば、当チャンネルでも人気の回となった。ビーフンさんの。細すぎワンルーム。が記憶に激しく残っていますが、あれよりも細いです。これはもう、見に行かないかんばい。ということで、福岡の中心部へとやってきました。博多や中洲からも歩けるような立地にある極細アパートとは一体。というわけで、着きました。へぇ？どれ？ちょっとまだ見えませんが。ああ、これですね。は？なんじゃこりゃあ。空が青いな。いや、細すぎ。へぇ？目の錯覚かいな。どんな状況ですか？これは、手横幅でか。信じられないほど短い奥行きに対して、スーパーロングな横幅。こんな縦横比率の建物見たことありません。よく、道路に少しだけ面して、奥に長い建物を、うなぎの寝床なんて言いますが、道路に面しすぎたこんな状態を何と呼べばいいのでしょうか？いつもなら、1階に各部屋の玄関が並んだ建物形状を見て、これは長屋ですね。と最近得た建築知識をどやりたくなるところですが、なんじゃこりゃあ。この中に土下な部屋が作れると？と、もうワクワクしかありません。正面から見ると、我が目を疑う細さ。細ーい。すいません。取り乱しました。癖がありすぎる個性派物件を膨大に見てきた物件オタクが取り乱すほどのインパクト。このヤバさ伝わりますでしょうか。ちなみに物件資料によると、築22年。部屋は約20平米の 1K とのこと。なるほど。ちょっと想像してみましょうか。いや、まったく想像できんばい。ということで、早速玄関入ってみましょう。握るタイプのドアノブ、久々に見た気がします。
壁が近いんじゃ。で、何せ約 1.6 メートルの奥行きなので当たり前なのですが、ご覧くださいこの全長。玄関の上がりかましが階段の1段目と言っても差し支えないスムーズな動線設計。で、室内の方は細目の錯覚で壁の厚みと同じくらいの廊下幅に見えますが、実際にはしっかり人が歩ける幅が確保されています。で、いきなりドアが現れましたが、こちらは収納ではなくトイレでした。へぇ、トイレ、まさかのバストイレ別。これは驚愕のスペックです。一人暮らしするときにバストイレ別は外せんたいと検索サイトでチェックする人も多いかと思いますが、その希望叶います。この細さに対して十分なサイズの窓があって、明るさで困ることはなさそうです。細さで困るかはあなた次第。こちらにはキッチンがありました。レトロではありますが、前にも後ろにも窓があり、換気力に困ることもなさそうです。ガスコンロは持ち込み式のスタイル。キッチン下収納はこんな感じでした。今時の狭小ワンルームのおしゃれキッチンに対し収納力では勝っています。おしゃれ力と言われると無夫婦ですが、上部もしっかり収納あり、収納で困ることはなさそうです。どこで食べると、作った料理はここで立ち食いしても良さそうですが、2階に上がると広大なダイニングスペースが用意されているのかもしれませんね。こちらは確実にあれですよね。むむむ、なんじゃこやぁ。窓があるけど手が入らんばい。なるほど、きっと住んだら解決できるテクニックが思い浮かぶのでしょう。何事も工夫が大事ですよ。諦めてはいけません。で、こちらは浴室でした。しかもまあまあでかい浴室。いや、立派すぎん。しかも窓付き。なんというハイスペックさなんですか。今度の窓はしっかり手が入ります。お隣さんの壁。いや、まあそうですよね。この立地で風呂からの眺望なんて求めていません。換気できることが重要なんですよ。この細さの室内がどうなっているのか疑問でしたが、まさかのバストイレ別、しかも風呂窓付きというハイスペック物件。今のところネックになりそうなところなんて食べる場所が見当たらないことくらいです。エアコンも完備。強いて言えばちょっとだけ窓のポジショニングが、なんでここにおると？と思ったりもしますが、僕みたいな建築素人にはわからない理由がきっとあるはず。冷蔵庫スペースも細。まあ、極細な部屋に住んで冷蔵庫だけ極太だったらびっくりしますからね。これぞバランスですよ。ということで、以上が1階でした。木造2階建てということで、この上に果たしてどんな空間が待っているのか、気になってワクワクが止まりません。改めて見ると、これは玄関という名の、廊下をくり抜いた部分。こちらから階段を上るときは、若干の神歩きが求められます。ほほ。それでは上っていきましょう。窓がたくさんあって明るいのはポジティブ。ということで、2階に上がってきました。何やら蛇腹の間仕切り。いや、ここはあえてややおしゃれにアコーディオンカーテンと呼びましょう。で、こちらが登ってきた階段。と、こちらは何？へぇ？これは一体、何と呼べばよいのでしょう。今時なら、在宅ワークスペース？いや、さすがにちょっときつい気がします。で、この間仕切りの向こうは、なんと個室。これは、1K の1に当たる部分ですね。ダブルサイズのベッドはきつそうな雰囲気。いや、ここにベッドを置いたら何もできないので、寝室兼、リビング兼、ダイニング、として使うためには、布団スタイルでしょうか。なんとエアコン完備。空調効率で困ることは皆無でしょう。何せこの細さ。いつもならもっといろんな角度から撮影するのですが、有無を言わせずこの方向にしか撮影できません。唯一与えられたこの居室空間をどう生かすか。これはなかなか難易度の高いチャレンジですが、人生で一度はこんな生活を楽しんでみたい気もします。
古元細川家に住んだことあるとよ。と一生自慢できること間違いなし。で、あとはこの廊下の空間をなんとか有効に使うアイデアが欲しいところです。約20平米あるものの、通路と階段で割と面積を食われているので、どげんかせんといかん。むむ。むむむ。これは。なに？は。あれはもしや。落ちてたステッキ。はしごが、出たー。なんじゃこやー。なんか屋根裏にあるばい。なんですかこの展開は。癖がすごすぎてもう。ここの設計師さん大好きです。まさかの屋根裏部屋。でか。しかも部屋の大きさと同じサイズ。これは驚きです。ロフト収納だけで使うにはもったいないほどの広大な空間。空調の問題はありますが、ここを何らか活用しない手はないですね。気持ちいい季節ならここで寝ても良さそうだし。秘密の屋根裏空間という響きがなんとも素敵です。いやー、細いだけでなく、こんなおまけまでついているとは。クセオンクセな、クセの盛り合わせ物件。まあ、99% の普通の人には向かない物件でしょうが、この細さを楽しんで暮らしたい、という僕のような変わった思考の人には、ぐさっと刺さる魅力があります。何せバストイレ別ですしね。ということで、改めましてこちらが間取りです。パッと見、そこまでの細さを感じさせない、というか、実際はもっと細長い気もします。ある意味、間取り図作成ソフトで再現するのが困難なほどの細さという、凄みを感じますね。正直、スペックだけ見ると 1K としてはかなり強みがあります。街の中心部に歩ける立地で、バストイレ別で、エアコンが2台もあって、屋根裏部屋までついていますからね。これで賃料もお手頃となれば、資料を見て、むむむ、となる人も多そう。で、内見すると、細、なんて光景が想像できます。あ、一つ忘れてました。洗濯機はここです。まあ、他の部屋も洗濯機はなかったので、近所のコインランドリーの方がいいんでしょうね。ちなみに、物件資料には事務所使用不可という文言もありました。いつもなら、スルーする部分なのですが、今回に限っては、いや物理的にも不可、とちょっと受けてしまいました。いやー、今回も驚愕な物件に出会えて最高でした。この家で一人暮らしして、毎日、細、って突っ込みながら生活するのも楽しそうです。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃん、けん、ぽん。うふふふふ。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていて、むむむ、な物件を見つけてしまいました。なんと、16平米の上昇ワンルーム。へ？デジャブ？で16平米のワンルームといえば、先日内見した。令和式上昇ワンルーム。と同じサイズ。あの動画は嬉しいことに YouTube 急上昇にもランクインし、100万再生を超えることができました。ご覧いただいた皆様、ありがとうございました。そんなわけで、上昇住宅が予想以上に人気だと実感したのですが、実は世界的にもタイニーアパートメント、マイクロアパートメントと呼ばれ、びっくりするほど小さな住居というテーマは近年熱いんです。でもですよ、例えばアメリカなんかは、でかいことが正義、というカルチャーを僕も身をもって体感してきましたし、対して日本は世界最小デジカメみたいな機能もりもりなのに超コンパクトサイズを目指すのが得意。つまり上昇住宅なんて、日本のお家芸じゃないですか。というわけで、オリンピックシーズンということもあり、勝手に世界上昇ワンルーム選手権のような気分で日本代表として内見に来てるわけです。どやこの覚悟。あ、そうそう。当チャンネルをかなり前からご覧いただいている方は覚えていますでしょうか。絶対に届かないだな。という、昨年末の内見で天然ボケをやらかしてしまったあの面白い物件。今回の物件はあちらと同じく島田ハウスさんご協力のもと撮影しており、しっかりと成長した内見力をお見せするべく気合も入っている所存です。空が青いなぁ。
というわけで着きました。世田谷区の素敵な住宅街にどっしりと佇む高級感あるアパートメント、築4年ということでとても綺麗です。一見すると戸建ての豪邸に見えなくもないので、この中にスモールワンルームが詰まっているとは想像がつきにくいですね。これは室内を見るのが楽しみです。というわけで早速玄関入ってみましょう。いざ16平米の世界へ。へえ、なんかでかくない？と感じるのは天井が高いからでしょうか。玄関はミニマムで、は、廊下が全くなか。これは面積効率を上げる策の一つに違いありません。で、こちら玄関から一歩でたどり着けるキッチン。築4年なのに今ホットな最短手洗い仕様というのが設計士さんの神業と思ったけど、上昇ワンルームだとほぼそうかもしれません。で、こちらは冷蔵庫スペースでしょうか。ん？これは床下収納？と思ったら点検口でした。ということで改めてキッチンですが、意外にも立派なサイズ感に見えるのは収納がしっかりついているタイプだからでしょうか。最近はおしゃれ系天板のみキッチンで収納がないタイプに見慣れているので、しっかりと使いやすさも追求されてる感があります。 IH コンロも二口。なんじゃこやぁ。は、なんと洗濯機スペース、洗濯パン小さすぎん。これは初めて見ました。確かに洗濯パンを置くと数センチ単位でデッドスペースが生まれますからね。数センチを追求する世界最小へのこだわり、さすがです。でもしっかり棚はついてます。なななな、んじゃこやぁ。へ？ボルダリング？しかも天井まで。これはどういう状況でしょうか。は、もしや第二の床、いや重力で無理。これはもう16平米の面積効率を追求しすぎた設計士さんが、壁を使うしか半ばいとたどり着いた究極のアイデアでしょうか。しかもよく見るとたくさんのネジ穴があります。むむむ、ということはフックや簡易な棚を設置してしまうなんて使い方もできそうですね。もしくはガチでボルダリング練習に励んでかっこいい上半身をゲットするのも可能でしょう。ちょっとやってみようかな。無理。さすがにこれは床に超ふかふかなマットを用意しないと勇気が出ませんが、設計士さんが用意してくれた16平米プラスアルファなこの面積を使わない手はありません。ちょっと角度を変えてみましょう。こんな感じの空間です。 LDK ではなく KDK のような空間。まあワンルームなんですけどね。あ、こちらの扉を忘れていました。鏡裏が収納という、まるで洗面台のような雰囲気。その上部にも棚がついてます。あ、こちらにも。こちらはシューズボックスでした。斜め置きがおしゃれな一人用タイプ。ということで先へと進みましょう。こちらはやらスケスケではない扉が登場しましたが、あ、トイレでした。なるほど、バストイレ別にはこだわりつつも、トイレ経由の浴室にすることで廊下というデッドスペースをゼロにする間取り。ここの設計士さんすごかね。で、こちらはもちろん浴室、鏡にトイレがこんにちはなスタイルです。というか16平米なのにシャワーのみでもなく3点ユニットバスでもなく独立ユニットバスってすごくないですか？しかも窓付き。これはもう面積効率にこだわり尽くしたからこそ実現した奇跡ですよ。やってんなぁ。油断していたらここに来てまさかの風呂がスケスケ。しかも居室側を通り越して外まで見晴らせる透明度。ここにあえて透明ガラスを持ってくる設計士さんのセンスが大好きです。上昇ワンルームに2面最高のユニットバスがあるなんて驚愕の事態です。一見すると、ボルダリングの壁というファンキーなアイデア一発勝負に見えるかもしれませんが、部屋の隅々まで熟慮が行き届いているんですよね。もちろんブラインドもついても、僕はフルオープン派ですけどね。
いやー、すごい浴室でした。25平米でこれだと感動は薄いんですけどね、16平米で実現できるのが感動なんですよ。気づいてしもうたばい。洗面スペースが、ない。は、キッチンが洗面を兼ね取ったい。だからあの洗面みたいな鏡がついているんじゃないですか。やば。廊下をなくし、キッチンは一石二鳥にし、洗濯パンは数センチを削り、それによって実現したユニットバス。いやもう恐れ入りました。この感動伝わりますでしょうか。で、こちらは何やらロフト下のようなスペース。床は畳風のシートでしょうか。ちょっとした作業ができそうなカウンターもついてます。あ、これは室内干し用のバーをかけられるやつですね。クローゼットがないので、服の収納にするのもありかもしれません。テフロがスケスケ。なガラスに被ってしまうので、僕と同じくフルオープン派な皆様は要注意。それにしても、このこじんまりとした空間、良いですね。どんな使い方をするのか、妄想したくなります。は、これは、二段ベッド、じゃないですか。思い出してください。B 君さんの物件で以前内見した、あのベッド下空間に似てるし、つい先日内見した、あの15平米狭小ワンルームでも、学習したばかりの、二段ベッド。ロフトに似てるけど、家具としての二段ベッドなので、高さが自由に設定できるスタイル。まさかここでも出会うとは。ということは、やはりここがベッドスペースでしたか。家具だから普通のロフトよりも天井高め。しかも、スノコスタイルになってるので、マットレスを置いても通気性グッドですね。本当に細部まで工夫が詰まっています。で、こちらは天井が低いので、ロフトでしょうか。内見しまくってきたおかげで、ちょっとずつ建築の知識が身についてきましたよ。むふふふふ。なんじゃこやー。って何度も見てるのに、未だに驚きが止まないボルダリング場。部屋の壁の一面がカラフルな模様というだけでも、なんとも個性的で楽しいですね。で、ロフト部分はどう使いましょう。ゲームコーナーもいいなー。という感じで、隠れ家っぽくこもれる趣味の部屋にしてもいいし、荷物がある方は収納にしても良いですね。いやー、やっぱり二段ベッドというアイデア素敵ですね。狭小住宅では1平米も無駄にできないわけですが、床が増えるマジックで確実に暮らしやすくなっています。しかも、重力に逆らえる筋力をお持ちの方は、第二の床、いや第三の床としてあれを使えるわけですか。ここからも登り降りできるったい。まさかの回遊動線。ここの設計士さんすごすぎん。は、気づいてしもうたばい。あの、絶対に届かない棚の物件も、サスケ的な運動能力を必要とする設計でしたよね。そしてこの物件も、それに勝るとも劣らないサスケ設定。忍者のように身軽にはしごや壁を登れる人に向けた物件ということでしたか。謎が解けましたよ。ということで、以上が16平米の超立体狭小ワンルームの全容です。こちらが間取りです。平面の間取りを見ても、正直凄さは伝わりませんが、内見してみてわかる創意工夫の詰め込まれ感がすごかったです。間取りでは天井の高さやボルダリングの壁の存在もわからないし、二段ベッドも表現されないので魅力を読み抜くことはできません。やっぱり内見してみないとわからない魅力がありますね。これだから内見はやめられません。ここでの一人暮らしは本当に楽しそうですね。大きなゆとりあるワンルームにも何度も惚れ惚れしてきましたが、狭小ワンルームには違った魅力があるんですよね。大和小を兼ねるという、でかいことの正義もあるし、逆に小さいから湧き出る魅力もあるわけで、そのうち狭小ワンルーム選手権なんてやってみたいな。あ、そうそう。チャンネル解説以来、愛用してきたこのアイコンですが、実は自動ロゴメーカーで5秒で作ったものなので、そろそろちゃんとしたのを作りたいな。とようやく思い越しを上げて動き始めました。新しいアイコンができたらお知らせさせていただきます。むふふふふ。ということで、今回も楽しいワンルーム内見でした。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃん、けん、ぽん。うふふふふ。空が青いなぁ。こんにちは。
個性的な住宅をご紹介する、びっくり不動産です。いつものように、物件資料をペラペラと眺めていて、むむむ、な物件を見つけてしまい、ネバダ州ラスベガスにやってきました。確かこの辺りに。へ？ラスベガス？どげんなっとうと？はい、いつも茶番にお付き合いいただき、ありがとうございます。今回は、ゆっくり不動産のコラボ第4弾。と言いますか、いつもとは違った形式でお送りいたします。実はですね、やばい住宅を見つけてしまったんですよ。なんと、1日で完成するえ。は？1日って、という感じじゃないですか。もうこれは説明してもこのヤバさは伝わらないので、こちらをご覧ください。車で引っ張って持ってきて、置いて、開いて、完成。完成？いや、このコンセプトは面白いと思うんですが、あんな小さな箱に住宅が折りたたまれてて、開いたら35平米の戸建てになるらしいんです。いや、どうせ手品でしょ。と、これはもういても立ってもいられず、ラスベガスまで内見に来たわけではなく、これを開発したアメリカのベンチャー企業、ボクサブルさんにコンタクトしてみたら、なんと、撮影した内見動画をいただくことができました。それでは早速、驚愕の建設工事を見てみましょう。まずびっくりなのが、このサイズ感。トラックではもちろん、普通の車で引っ張ってこれるという手軽さです。で、家を建てたい場所に運んできたら、釣って、置いて、カバー外して、開いて、完成。完成？もちろん、配管や電気の接続なんかも必要ですが、一日で家が完成しちゃうという驚愕のスピード。これぞまさに一夜城。いや、一夜戸建て。普通に家、窓もあるし、ここはプチリビングスペースかしら。そして、奥にはキッチンスペースが続いています。で、こちらには水回りらしき空間が、洗濯機スペースと、バスルーム。で、風呂がスケスケ。もうちょっとゆっくり見させておくれ。で、続いてベッドスペースに行くと見せかけてリビングに戻るのね。内見の癖がすごいんじゃ。で、ベッドルームの目線を仕切るテレビがありますが、回すと、裏が鏡。なるほど、面白いアイデアですね。窓もちゃんとついとったい。と言ってるかは不明ですが、まあそんな感じでしょうか。で、続いてキッチン。と見せかけてソファー座っちゃうのね。暖炉が散る場合。と言ってるのかしら。これは朝食用のテーブルだそうです。Z の形にカウンターが続いとうとよ。で、日本人から見るとめちゃめちゃでかいキッチンですよこれ。ちなみに、この35平米の家をタイニーハウスと表現するようなのですが、日本との共商の意味にギャップありすぎて面白いです。共商住宅に古言でかか冷蔵庫とキッチンって。我々の共商ジャンルには、8平米なんて次元もありますからね。で、続いてベッドスペース。可愛らしいサイズのミニクローゼットもついてます。ベッドはクイーンサイズを置いてもこのゆとり。むむむ、ロケットのおもちゃってどんな住人を想定してるんでしょうか。でもしやこれで内見コンプリート。早い、早すぎる。何せ1日で家を完成するボクサブルさん、その時間軸なら内見は10秒ですよね。むしろ1分以上も丁寧に撮影いただきありがたいですよ。むむむ、ロケット屋さんの社長さん。あ、そうそう、めちゃめちゃびっくりしたんですけどね、噂によると、この世界一2を争う成功者の社長さんが、なんと今回内見したのと同じモデルの家に住んでいるという噂なんですよ。ギャップ萌え。豊かさの向こう側には、共商住宅があるのでしょうか。なんとも興味深い話です。で、こちらが間取りです。ざっくり6メートル ×6 メートルの正方形。なんかリビングとベッドの位置が逆になってますが、まあ家具は柔軟に動かせるわけですね。立体で見るとこんな感じ。一人暮らしには十分だし、ややコンパクトな二人暮らしとしても成立しそうです。で、これでお値段は、約500万円。日本的に言うと、坪単価47万円。アメリカの物価でこの価格は、リーズナブルな気がします。ということで、10万台もの予約待ち状況との噂ですが、そもそもなぜ、このプレハブ共商住宅が生まれたのでしょうか。
創業者のテラマーニさんによると、建築現場でゼロから建てていく従来の住宅の作り方は、遅い、高い、手作り、と非効率で何百年と変わっていなかったそうです。確かに工期は半年くらい普通にかかりますよね。で、物価が上がっているアメリカでは特に、高すぎて住宅を買えないという社会問題もあったりするわけです。そこで考えたのが、工場で作っちゃおうというアイデア。車や iPhone やテレビが買いやすい価格帯に抑えられているのは、徹底的に効率化された工場の組み立てラインで製造されているから。じゃあ、住宅も工場で作っちゃおう。という発想は以前からあるんですが。何せ、でかすぎ。なので、工場から現地まで運ぶのに一苦労。というか、物理的に無理だったり、輸送コストが高くなってしまうわけです。で、考えられたのが、折りたたんで運んだらよかろうもん。って言うはやすしですが、それを実現した構想力と実行力に本当に脱帽です。で、こんな感じの工場の組み立てラインで徐々に作られていくそうです。あ、そうそう。このチャンネルを以前からご覧いただいている皆様は、大阪で内見した13平米の行商コンテナハウスを覚えていますでしょうか。あちらも工場で作ってきて現地に持ってくるアイデアは同じですが、船やトラックで運びやすいコンテナという規格が決まったサイズで作る制限がありました。今回のアイデアのとにかくすごいところは、折りたためる、という点。だから、こんな小さくキュッと箱にして簡単に運べるんです。平面で言うと、2.6 メートル ×4.1 メートルと車のようなサイズ感。ボクサブルという名前も、ボックス、プラスエイブル、箱にできるという分かりやすいネーミングですね。で、現地に着いたら文字通り、箱を開封、することで、1日でできちゃう。ちなみに現在はカシータという今回の1モデルのみ販売中だそうですが、将来的には連結できるようにする構想もあるんだとか。いや自由すぎ。さらには、いろんなタイプの住宅を世界中に配送できる構想も、国によって建築の法律が異なるので、そのあたりのハードルはありそうですが、夢がある話ですね。長い目で見て生産や輸送の体制がしっかり整うと、ワンクリックで家を買って数日後に住み始める、なんて未来がやってくるのでしょうか。やってんなぁ。二階建てだとこんな感じになるんですね。空が青いなぁ。ってボケっとしてる間に完成してしまいそうなスピード感。災害時にパパッと仮設住宅として作るのも役立つそうです。ソーラー発電もつけれるし。で仮設住宅期間が終わったら、いろんな形の建物に再利用してはめ込んでいったりもできるわけですね。建築現場でゴミが出ないし。まさに合理的でサステナブルな世界。将来的にこんな高層ビルまでできるようになったらびっくりです。で宇宙にも作るとですか。いやー、なんともすごいアイデア。もはや不動産が可動産になっていく世界ですね。ちょっとした田舎の海辺に土地を買って、このボックスを設置して週末を楽しんでみたり、その環境を満喫したら、また折りたたんで車で運んで今度は山の中に設置してみたり、家族が増えてきてちょっと家が手狭になったら、自宅の横につなげて拡大してみたり、トイレ使用禁止のマークでかすぎん。風呂がスケスケ。はアメリカではスタンダード。わかりやすくアメリカンな水回りです。日本で35平米の行商戸建てを作ったらどんな間取りになるんでしょう。何せ我々は8平米とか13平米とかを行商と言ってますからね。それにしても、アメリカの最先端は面白いな。自動運転の車やら、再利用可能なロケットやら、1日でできる家まで。ちなみにこの戸建て、送料を負担すれば世界中どこでも配送可能だそうです。4.7 万人が予約待ちだそうですよ。いや待ちすぎ。日本の法律で設置するときのハードルはあるかもしれないので、そこは要チェックですけどね。ということで、今回はいつもと違ったスタイルの動画でお届けしました。動画を送っていただいたボクサブルさん、ありがとうございました。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。チェーン、ケン、ポン。うふふふふ。空が青白いなぁ。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていて、むむむ、な物件を見つけてしまいました。なんと、10平米の狭小ワンルーム。いやぁ、今回は久々に、ザ庶民派な狭小住宅ですよ。
ゆっくり不動産では、住ませて、な高級物件を内見することも多く、絶対住めないけど夢を見るのが楽しかったりするわけですが、内見するのはただやけん。今回のような狭小住宅の内見では、よかったらぜひ、自分が本当に住んだらどう暮らすか?という視点でご覧いただき、コメントもいただけたら嬉しいです。ということで、今回は東京都杉並区に来ております。で、今回の狭小住宅ですが、10平米は普通やないと?と思った視聴者の皆様、安心してください。皆様も立派な変態が間違えた、個性派物件好きな証拠です。なぜなら、これまで内見してきた。超ミニマム8平米住宅。16平米の令和式狭小ワンルーム。なんて異次元の狭さの物件を、ゆっくり不動産ではすでに紹介済みです。嬉しいことに YouTube 急上昇にもランクインしたり、200万再生を超えたりと、たくさんの方にお届けすることができました。今回は一体どんな狭小っぷりを見られるのか、楽しみでなりません。早速物件へと行ってみましょう。はい、物件の近くまでやってきました。奥に見えるピンクの可愛らしい建物が今回の物件かしら。袋小路の突き当たりという、まさに狭小住宅っぽいポジショニングです。おお。この、1階通路に玄関ドアが並んでいるスタイル。それでは皆さんご唱和ください。これは長屋ですね。今の下りで、となった方はおそらく最近当チャンネルを見始めてくださった方のはず。今後ともよろしくお願いします。ということでお部屋へと行ってみましょう。で、こちらが玄関。室内は約10平米のワンルームとのことですが。おお。天井高。狭小住宅ということで身構えていましたが、まさかのロフト付き。おかげでイメージよりも広くすっきりして見えます。階段がタイル張りで可愛いか。フローリングの色に爽やかなミントブルーがよく映えますね。で、靴はどこに置くと?まあ順当に考えれば、このタイル階段に置いておく感じでしょうか。靴箱もどこかに置けなくはないですが、何せ10平米ですからね。靴は厳選して階段に置ける数だけにするのがいいかもしれません。で、これが部屋全部体。狭。いやなんか、この右の奥がまだ続いてそうだったじゃないですか。ちょっとへこんでるだけだった、体。この不思議な形のへこみは何でしょう。いつものように、落ち込んだ時の体育座りスペースとしてもいいですが。何せ10平米ですからね。近くに公園もあるわけですし、落ち込むのは外でやりましょう。ということは、まず左の壁には洋服を一着かけられて、下半分には着替えを畳んで収納できて、上半分にはタオルを丸めれば無駄なくスペースを使えるじゃないですか。ほら流行りのオープンクローゼット、と思ったら立派なハンガーパイプあったのね。洋服はこちらに収納しましょう。続いてこちらは、キッチンと、まさかの洗濯機置き場。これはすごい。この洗濯機のポジショニングは初めて見た気がしますし。キッチンの下に入る洗濯機があったことにも驚きです。狭小住宅といえば、普通なら、コインランドリーがあるけん、と言われてしまうところですからね。で、左のスペースには冷蔵庫ですね。シンクは当然ながらコンパクトサイズ。そのお隣が作業スペースですね。あ、置き型式 IH コンロが標準装備されていますね。あんなものやこんなものをうまく使えば、シンク下を収納にできそうです。あ、エアコンも標準装備されていますね。何せ10平米なのですぐに涼しくなりそうだし、電気代もコスパが良さそうです。右の壁には可動式の棚がありますね。調味料を置いたり、食器を収納してもいいし、高さを揃えればカップラーメンを3式例に並べられそう。改めて玄関側を振り返ってみるとこんな感じ。玄関入った時は、狭と思いましたが、このこじんまり感、意外と快適かもしれません。小さめのテーブルセットを置けば、友達とティータイムも十分できちゃうじゃないですか。で、先ほどからチラ見えしているこちらは。なんと水回り。玄関同様、床のタイルがやっぱり可愛いですね。何せ10平米なので、トイレでこんなにスペース使っちゃっていいの?と思っちゃいますが、これくらい必要ですよね。で、このカーテンの向こうは、
なんとシャワーブース。清潔感があって、バスタブいらない派の方であれば十分快適そう。ということで、水回りは以上でしょうか。このハンガーパイプは洗濯物を干すのにも使えますね。普段はここにおしゃれ着をかけておけばかっこいいだろうし、ミニマリストの方でもし余裕があれば、植栽を吊るしてさらにいい雰囲気にもできそう。いやー、映える行商なんて新しいジャンルを誰か気づいてくれないかな。見ての通り築年数もまだ浅く、新しいフローリングが気持ちいいです。続いてこちらのはしごを登ってみましょう。玄関横にも可動式の棚が設置されていますね。限られたスペースだからこそ、ここには厳選した何かを置きたいですね。例えば厳選した漫画とか。はぁ、高さを揃えればカップラーメンを3種類に。ご覧の通りはしごはなかなかの急勾配ですが、よく見る白いやつじゃなく木製なのがいいですね。見た目もいいし、手触りも柔らかいんだよな。はい、上に到着です。おお、そこそこ広かね。奥に小窓もあって換気ができるのもいいですね。資料によると広さは約2畳というと、本来はコンパクトなロフトなわけですが、何せ10平米のお部屋なのでかなり広く感じます。むしろ下の有効面積とほぼ同じくらいの広さがありそう。反対側から見るとこんな感じ。ロフトの窓と玄関上の窓を両方開ければいい感じに風が抜けそうですね。通常のロフトは空気がこもりがちなので、これは嬉しいな。順当な使い道としては寝るスペースでしょうが、ここにコンセントもあるので、ゲームや映画鑑賞といった集中する系の趣味部屋にしても良さそう。行商物件に住みたいけど大きい荷物がある方は収納にしてもいいですね。いやー、何せ10平米なのでなかなかの狭小住宅なのですが、意外にも選択肢の幅があって、人によっていろんな暮らし方ができそうな気がします。そういえばいつだったか、イケアさんが10平米狭小住宅で話題になっていましたね。今回のお部屋とほぼ同じ広さなのですが、めっちゃシャレそうなお部屋だったので、気になる方は見てみるといいんじゃないでしょうか。この動画見終わってからにしてね。イケアさんから案件来ないかな。ということで、以上が10平米の狭小ワンルームの全容です。改めましてこちらが間取りです。建物は一本奥まったところに立つ狭小物件らしい佇まい。室内は約10平米の居室にロフトがついていて、縦に長めで実際の面積よりも広く感じました。キッチンはまさかの洗濯機付きになっていて、水回りはトイレとシャワーブースという作り。約2畳のロフトは本来コンパクトなサイズのはずですが、なんだか大きめに見えましたね。築年数が浅く全体的に綺麗なのと、最寄り駅から徒歩2分と利便性は抜群なので、狭小好きの方であればめっちゃ快適に暮らせそう。お近くにミニマリストの友人がいる方は、よかったらこの動画をシェアしてくださいね。最近は中古物件をリノベーションされたお宅や、豪邸やないかいといったファミリー物件の内見が続いていましたが、狭小物件にはまた違った意味でワクワクする魅力がありました。そのうち狭小ワンルーム選手権なんてやってみたいな。これだから内見はやめられんばい。あ、そうそう、おかげさまでチャンネル登録者数70万人突破が目前になってきたので、なんか新しいもんやりたかということで、ようやく思い越しを上げて考え始めました。新しい企画のアイデアがまとまったらお知らせさせていただきます。視聴者の皆さんもこんな企画をやってほしいなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃんけんぽん。うふふふふ。花壇かい足やねー。こんにちは、個性的な住宅をご紹介するゆっくり不動産です。突然ですが、狭小住宅ってあるじゃないですか。ゆっくり不動産でもこれまでに狭い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 と物件オタクが取り乱すほどインパクトのある建物を内見してきました。それでいて腕が鳴るねーなんて借りるわけでもないのに、ついついレイアウト妄想に夢中になってしまうという、どこか不思議な魅力があるのが狭小住宅なんですよね。で、最近ご無沙汰していたので、狭小中となんて思いつつ物件資料をペラペラしていたら、むむ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 な住宅を見つけてしまいました。なんと高架下のタイニーハウス。
いやー、高架下といえばあの雪の日に内見した。進化した高架下住宅。思い出しますよ。あの時は線路の下というくらいイメージが一気に吹き飛ぶような面白い発見がありましたが、今回はまた高架下の新しい可能性を見られるかと思うと楽しみでなりません。ちなみにタイニーハウスというのは直訳するととても小さな家という意味、発祥はアメリカで2000年代後半のリーマンショックをきっかけに、人生の本当の豊かさは何かについて見つめ直す人が増加し、家賃や住宅ローンに縛られず小さな家でシンプルな生き方を目指そうということで、タイニーハウスブームが起こったと言われている。たった今ググりました。ということで、今回は神奈川県横浜市にやってきております。早速現地に行ってみましょう。空が青いなぁ。緑が癒しやねぇ。はい、現場近くへやってきました。緑が癒しやねぇ。高架下というと、あの辺りに建物があるのかな？いやぁ、これはゆっくり不動産的には大好物な予感ですよ。来たーのは京急線。三浦海岸に行こうかねぇ。いや、内見してください。あ、本日はよろしくお願いします。そうそう、今回内見する建物の企画、開発を手掛けているのは変わった物件を作り続けるクリエイティブ集団ヤドカリさん。ヤドカリさんといえば、先日公開したヤンキーだらけの家が記憶に新しいですね。いやー、あれはぶっ飛んだコンセプトなシェアハウスだったな。で、今回はそのヤドカリさんと京急電鉄さんがタッグを組み、高架下に複合施設を作っちゃったんだとか。ここは横浜の日の出町というエリアなのですが、今回開発した高架下の広さは約500平米ほどあり、港未来も徒歩12分で行ける立地なんですよ。ふむふむ。ということはカップヌードルミュージアムにも行きやすそうですね。そうなんです。今日内見していただく建物がもうすぐ見えてきますよ。あったばい。ガチで高架下やないかい。ベースはコンテナのようですが、何やらレンガ風でおしゃれじゃないですか。いやー、これは内見するのが楽しみになってきましたよ。というわけで着きました。ここで過ごすとなると、電車の音や振動で悩まされたりしないのかも気になるところです。そこも後ほど確認してみましょう。いやー、高架下が効率よく活用されていますね。先ほどはスルーしてしまいましたが、途中におしゃれなカフェもありましたね。パンケーキいただこうかな。はい、こちらがエントランスでしょうか。ん？これは、もしや、なんとカフェ、サンドイッチいただこうかな。こちらから入るのかな？あ、建物は別の入り口になります。こちらはカフェ&イベントスペースなんですが、せっかくなので、よかったら後で見ていってくださいね。お願いします。こちらが入り口です。え、どれ？この金網のところですね。おぉ。すごい。コンテナがほぼぴったり収まってますね。まるで、高架下用コンテナ、もしくはコンテナを入れる用高架下にも見えます。これは、シャーシといって、これでコンテナを支えているんですよ。自動車の車台といったイメージでしょうか。海外のタイニーハウスといえば、これに車輪がついたトレーラーハウスという形も多く、車で牽引して簡単に運べたりするんですよ。このシャーシにもちゃんとタイヤがついています。なるほど。そういえば以前の動画でも、トレーラーで運んでおくだけの住宅を紹介したことがあるので、イメージはあります。ということは、これも自由に運べると？いや、運ばないですね。運べるのかもしれませんが、特にその予定はないです。へぇ、じゃあこのシャーシとタイヤは？なんかかっこいいじゃないですか。より海外な感じっていうか、自由な感じでロマンが漂う感じっていうか、そういうのわかりますよね。で、わかります。ニューヤンキーのヤドカリさんに圧をかけられた感がありますが、ちなみに今回は2部屋見させていただけるようです。早速室内も見させていただきましょう。入り口がスケスケ。お邪魔します。おぉ、こじんまりして居心地が良さそうな空間。なんとダブルダブルベッド。へ、どげんなっとうと。ここは宿泊施設として一棟貸しを行っており、
最大4人まで泊まれるようになっているんですよ。すごい。一般的な賃貸なら確実に一人暮らし用の広さが、ダブルダブルベッドで一気に4人部屋へ。一見カプセルホテルのような配置になっているわけですが、とてもそう思えません。ここに友達同士で泊まったら、夜な夜な恋バナに花を咲かせたり、夢を語り合ったり、ここから始まる旅の計画を立てたりするのかな。家族で泊まったら、お子さんは相当はしゃいでそうですね。楽しそう。めっちゃ楽しそう。すごくいい旅の思い出になりそうだし。この素敵な提案をさらっとデザインしてしまうヤドカリさん。やっぱとがとう。ここにはどのような方が滞在されるんでしょうか？コロナ前は海外の方がよく滞在されていましたね。ふむふむ。アメリカ発祥のタイニーハウスということで、海外の方からすると慣れ親しんだ感じなんでしょうね。そうですね。日本でもタイニーハウスが徐々に知られてきたというのもあり、コロナ後は日本人の方も宿泊されるようになりましたよ。女子会でもよく使われていますね。以前から思っていましたが、女子の行動よくすごすぎん。男子会よりも女子会の方がいろいろ圧倒的なのもうなずけますね。続いてこちらがキッチンですね。当然ミニマムなわけですが、コーヒーめっちゃ充実しとう。ケトルにマグカップ、コーヒーミルにドリッパーにサーバーにペーパーと完璧に揃っています。朝は外のフリースペースで全員が引き立てコーヒーを楽しめますね。続いてこちらに扉が2つありますね。まずは右側からシャワーブースでした。バスタブがないのは当然として、シャワーブースとしてはほぼ一般的な広さになっていますね。ハンガーも設置されていて使いやすそう。続いてこちらはトイレでした。タンクレスで小スペースしつつ、しっかり手洗いがついています。そういえば、テレビや冷蔵庫はないようですね。そうですね。タイニーハウスとは、小さな家の中でシンプルな豊かさを楽しむライフスタイル、という意味も込められているので、一般的には、ないと不便、それすらも楽しんでいただきたいと考えています。なるほど。ある意味、ここに泊まったら新しい発見があるかもしれませんね。ということで、以上が一部屋目の全容です。早い。早すぎる。ちなみに中へ入ったのは3分前です。これはゆっくり不動産市場最速の内見かもしれません。そうそう。ここは高架下とのことですが、電車の騒音はいかがなんでしょう？はい。以前計測していただいたことがあるのですが、46dB でした。騒音の目安で言うと、図書館内くらいです。へぇ？図書館と同じ？またまたそんな大げさな。と言いたいところなのですが、さっきから確かに電車の音が一回もしないんですよね。京急線止まっとうと？動いてるみたいですね。ここはコンテナを使っていますが、普通の住宅と同じぐらい、壁と天井に断熱材、屋根に防音シートを貼っているんです。滞在される方にとびきりの時間を過ごしていただきたく、音対策もしっかりとやってんな。ちなみに、電車が通る時のガード下の一般的な騒音レベルを調べてみると、なんと100dB。すご。いやー、さすがヤドカリさん。見た目のキュートさだけでなく、建物としての魅力や居心地の良さがちゃんと備わっていました。さてさて、今回はもう一部屋内見できるようなので、そちらもさらっと見させていただきましょう。はい、奥に見える黒いコンテナが2部屋目ですね。階段の先には同じようにフリースペースがあって、こちらはお向かいさんがいる分やや広めでしょうか。ブラックが全体を引き締めていてかっこいいですね。お邪魔します。おお。間取りは先ほどと同じで、インテリアが多少違っていますね。ダブルダブルベッドもしっかり設置されています。こちらは壁が抜かれていて、楽しみ方もちょっと変わってくるでしょうか。どことなくアウトドア感も漂う雰囲気になっている気がします。天井が斜め。ベッドの場所をめぐって軽いじゃんけん大会も始まりそう。ちなみに窓にはロールスクリーンがあり、入り口のスケスケ部分にもついています。僕はフルオープン派ですけどね。で、あちらの大型ロールスクリーンの向こうは大きな窓になっているようです。え？なんで開けないのかって？それはまあ、ここに泊まった人の特権というか、ワクワクを残しておくというか、そういうのわかりますよね。ねえ、忘れたわけじゃないとよ。続いて反対側はキッチンと水回りスペースでした。
コーヒーの充実さも含めて先ほどと同じタイプのようです。ということで以上が2部屋目の全容です。内見終わるの早すぎん。は、カフェが残っとったったい。いや、サンドイッチをいただきながらヤドカリさんにお話を聞こうと思っていたんでした。あ、実は今日カフェはお休みなんです。まあそうやろうとは思っとったったい。でもせっかくなので雰囲気だけでも見ていってください。お願いします。はい、こちらが先ほど間違えそうになったカフェの入り口ですね。美味しそうだな。失礼します。おお、めちゃめちゃ開放的で海の家のような雰囲気ですね。この照明は夜にめっちゃエモいやつじゃないですか。ここはタイニーハウスに宿泊される方が利用されるんでしょうか？滞在される方はもちろん、一般の方にも開放してるんですよ。今年の3月にリニューアルオープンしたのですが、地域のお店とコラボしたメニューを用意したり、横浜産のオーガニック野菜をチョイスしたりと、こだわりの食事をご用意していますね。ふむふむ。地域のお店とコラボする発想やオーガニックに惹かれますね。実は室内にあったアメニティも環境に優しい素材で揃えてあるんです。例えばこんな感じですね。オーガニックの竹歯ブラシに竹製のトイレットペーパー、自然由来の原料にこだわったシャンプーにコンディショナー、タブレット型歯磨き粉といった感じです。これらがあそこに入っていたんですよ。忘れたわけじゃないとよ。タイニーハウスは移動しながら暮らす住宅なので、極力ゴミが出ないようにするものなんですよね。なので環境に配慮した素材を使うようにしているんです。ここは移動はしないんですけどね。これは、ここでもニューヤンキーもトム。個人的にかなりツボなパワーワードを見れて大満足です。ニューヤンキーにご興味ある方は概要欄のリンクからどうぞ。それにしても開放的で気持ちの良い、かつおしゃれなカフェスペースですね。カフェの他に暮らしや地域にまつわるワークショップやマルシェといったイベントも開催しています。こんな感じですね。なるほど。こうやって地域との交流を図ったり、イベントを通じて発信できる場があるのはいいですね。他にも弊社ヤドカリの社員がここで一日店長をやったり、北欧に住んでいた社員が北欧をテーマにイベントをやったり、恋愛をテーマにしたイベントもやったりしていますね。は、前回の動画でお話に出ていた自衛隊員と八百屋による夢のコラボはこちらのカフェでしたか？いや、面白い光景だな。ところで、なぜ高架下という場所を選んだんでしょうか？はい、先ほど日の出町は魅力的なエリアとお伝えしましたが、実はちょっと昔までは治安がよろしくないエリアだったんです。ほうほう、僕もなんとなくそのイメージは持っていました。そうですよね。この辺りはナイトワークのメッカだったのですが、警察の取り締まりがあってからは昼夜問わず人がいなくなってしまった時期もありました。ふむふむ。そこで京急電鉄さんと弊社ヤドカリで街の魅力向上活性化のためタッグを組み、タイニーハウスを活用して Enjoy your choice. 暮らしの選択をもっと楽しくおテーマに活気を取り戻そうとなったのが始まりです。さすがニューヤンキー。高架下のスペースを活用した街のブランディングとのことでしたが、交流を図るという意味でもタイニーハウスは大きなアドバンテージになると思いました。世の中には旅をしながらの暮らしや自由なキャンプを楽しみたい人もいるだろうし、タイニーハウスはちょっとした隙間の土地を使うことにも向いているし、今後は不動産ではなく動産に住む選択肢が少しずつ広まっていくのかもしれませんね。今回ご協力いただきましたヤドカリさん、ありがとうございました。いやー、こうやって世界は変わって暮らしが作られていくんだな。 Change the world. Create a life.それは弊社の掲げているビジョンなのですが、いやー、今回は今まで内見したことがない変わり種物件が見れて幸せでした。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃんけんぽん。うふふふふ。くまモンでかくない？ほうが赤いなぁ。空は青いなぁ。というわけで、熊本に来たー。こんにちは。個性的な住宅をご紹介する、ゆっくり不動産です。いやぁ、かの有名な巨大熊門を直に見れる日が来るとは思ってもいなかったなぁ。
ところでくまモンといえば、ゆるキャラグランプリ2011の王者。熊本県の営業部長兼幸せ部長として、今でも国内外問わず引っ張りだことのこと。で、くまモンの人気がここまで高まったのは、徹底した。オリジナルグッズの作り込み。が要因の一つだったんだとか。たまたまですが、ゆっくり不動産も昨年末に、オフィシャルグッズストア、オープンしたばかり。これは、くまモンのやり口パクらない完売。あ、オフィシャルグッズストアは概要欄から行けますので、グッズ買ってね。はい、最寄りの駅へやってきました。くまモン電車、来たー。くまモンたくさんいるもん。ところで、ゆっくり不動産の内見全国制覇は着々と進行しているわけですが、その中で各地域の物件資料をペラペラしていたところ、ついに見つけてしまったんです。モースト強所アワード。にランクインしそうな逸材をね。その名も、4坪の直送型コンパクトハウス。はぁ、あ、よ、4坪ってこのくらいの広さでしょうか。なわけなくないと思った視聴者の方もきっと多いはず。それもそのはずです。何せ、つい先日公開した。13坪の土地に建てられた、6階建て戸建て。おルームツアーさせていただいた時でさえ。なんじゃこやぁ。と、目玉が飛び出るほどの驚きだったのに。今回はさらに小さい。4坪。てどげんなとうとう。と真相を確かめるため、熊本までダッシュでやってきたのではなく飛行機でやってきております。4坪もさることながら、直送型というワードもどういうことなのか興味津々です。それでは早速行ってみましょう。ということで着きました。で、なんじゃこやー。めっちゃコンパクト。これ本当に家なん。どうやら言えばいい。アプローチのようなものがあって、玄関ドアのようなものもあり、ドアチャイムもついているあたり、これは確かに。玄関映え。しかもいい感じの植栽まで置くという余裕も見せつけていますね。ちょっとサイドから。確かに家か。で、こちらが反対側。てか、立ってる場所の癖がすごいんじゃ。めっちゃ駐車場。パッと見はみ出てるだけやん。こんにちは。あ、これはこれはスペースエージェンシーさん。本日はよろしくお願いします。いやー、コンパクトですね。これ本当に家なん。これはれっきとした住宅でパコと呼んでいます。見た目はコンテナハウスや小屋に見えなくもないですね。ゆっくり不動産でも以前、奥だけ強小 2LDK という驚愕の住宅を紹介したことがありますが、それと通じるサイズ感な気がします。ああいったコンテナハウスとはどのような違いがあるのでしょう。まず性能、特に温熱環境が違います。ほうほう。というと、コンテナハウスの多くは軽量鉄骨造なので、夏は暑く冬は冷たくなりがちです。一方、パコの構造体は木質パネルになっていて、季節を問わず20度程度の温度を保ってくれます。は、これ木造住宅なん。だ、確かにしっかり基礎コンクリートが打ってあり、従来型のようですね。実際に住むことを考えると、やはり木造の方が生活しやすいということでしょうか。もちろん好みもありますが、そうです。そして小屋との違いは設備ですね。生活に必要な最低限のものがすでに標準装備されているので、安心して住むことができますね。なるほど。確かに小屋は水回りなどの基本的な生活設備はないので、住むというよりもセカンドプレイス的な使い方がスタンダードですが、こちらは住むための機能が盛り込まれていて、しっかり住宅仕様になっているわけですか。これはまるでコンパクトハウスやん。いやー、すでに聞きたいことが120個くらいあるのですが、一旦お部屋の中も見させていただきましょう。ということで、こちらが玄関。鍵はリモコンキーになっていて、ハイテク仕様。4坪という広さだけあって、室内はワンルームになっているようです。失礼します。おお。この景色だけ見ると、いつもやっている通常のワンルーム内見と変わりませんよ。本当はこれ、じゃけど。で、室内は一般的な住宅と変わりない雰囲気。
土間は当然のようにミニマム。で、室内は普通にワンルーム。正面にオープンなクローゼットがあって、パソコンとテレビが設置されたワークスペース。仕事をするならダブルモニターにもできそうですね。食事の時のテーブルとしても使う感じでしょうか。で、左のこちらがしっかりサイズのシングルベッド。これは玄関入って靴を脱いだらすぐにベッドインできる素敵配置じゃないですか。金太郎はメワンルームなら玄関入って左右に水回りというルールがありますが、そこをさらっとぶち破ってくるあたりさすがです。はぁ、これは作業中に眠くなったらすぐベッドにダイブできるさえ。完全にスウェー動線。エアコンも設置されていて、この空間なら空調効率もバッチリでしょうね。で、こちらのおしゃれなウッディブラインドもいいですね。せっかくなので開けてみてください。では遠慮なく。なんとできてらす。やってんなぁ。は、これはあそこのあの部分。なるほど。すぐそこがバイパス道路で車通りが多いわけですが、しっかりウーバーが設置されているので視線はあまり気になりませんね。モデルハウスなのですでにあんなものやこんなものが設置されていますが、個人的にはまさにこんな感じにしたいなぁ。気持ちいい季節なら、食事は基本ここでもいいくらいだし、好みで床にウッドタイルを敷いてもいい雰囲気になりそうですね。奥は観葉植物でいっぱいにするのもいいだろうし、持ち物が多めな方は屋外収納を設置してもいいですね。車通りの多い道がいいのは、適度に騒がしいところなんですよね。静かな環境が好きな方には向かないわけですが、個人的には音を気にせず過ごせたり、人の視線が逆に気にならなくなったり、意外と快適に過ごせるんですよね。ただ何もせずに、ゆっくりくつろぐセカンドリビング的な使い方も素敵だろうなぁ。そろそろ一旦室内へ戻りましょう。最近は年末にお正月と、イベント的に豪邸ばかり内見していたのですが、狭小住宅やコンパクトハウスを内見して妙に落ち着いている自分がいます。やっぱり狭小住宅ってなぜか惹かれてしまうんですよね。ほらこの感じ。この程よい狭さに鼻血が出てきませんか？はい、こちらがキッチンですね。上部には換気扇あり、まさに一人暮らしワンルームなキッチンになっていますが、どちらかというと豪華だと思います。手前が一口ガスコンロになっていて、お隣が意外に広めな作業スペース。狭小住宅のキッチンはコンロとシンクしかないパターンも多いですからね。ステンレスがピカピカでめっちゃ清潔感あります。で、横のスペースにぴったり収まった収納ラック。こちらは家電や食器を置く場所のようですね。そしてキッチン下はミニ冷蔵庫と収納になっていました。このコンパクトな収納にどうやって必要十分なものをしまおうか。先日の豪邸とは真逆の意味でワクワクしてくるんですよね。ということでキッチンスペースは以上でしょうか。続いてこちらに引き戸がありますね。やはり限られたスペースには引き戸がぴったりです。こちらはトイレでしたが、なんと立派な手洗い付き。ウォシュレットも標準装備されていて、あと置く余裕もあると。コンパクトワンルームにこのクオリティのトイレがあるとは驚きです。ということでトイレは以上でしょうか。続いて先へと進んでいきましょう。ここが部屋の突き当たりですね。部屋の一番奥が洗濯機スペース。金太郎はメワンルームなら一番奥はベランダ、場合によっては洗濯機が外なんていうのも多いわけですが、なんかこの配置が妙に落ち着くのは僕だけでしょうか。そしてその手前は洗面スペースになっていました。続いてこちらにブラックな扉がありますね。あと見てない設備といえばあれでしょうか。なんとシャワーブース。浴室がないのは面積の都合上小スペース化した結果なはずですが、ブラックなパネルとデカシャワーヘッドがかっこよくて全く気になりません。ドアは半スケスケですが、まあ一人暮らしですし。僕はフルオープン派ですけどね。ということで、以上が4坪の直層型コンパクトハウスの全容です。改めましてこちらが間取りです。一見して普通のワンルームな景色でしたが、
ベッドへ向かってツーウェイ動線になっていたり、ウッディーブラインドの先は、やってんなぁ。なお屋外デッキテラス付きなのが印象的でした。ベッドが手前、水回りが奥という、金太郎飴と真逆の間取りになっていたのも面白かったですね。さてさて、気になっていることが120個くらいあるので、ここで少しお話を伺ってみましょう。4坪に見事に収まっているコンパクトハウスというのはよくわかりましたが、今回、直送型というワードも気になりました。一体どういう意味なのでしょう？実はパコ本体は工場で生産を行っており、外壁まで張った状態で現場へ運搬しています。へぇ、工場生産。はい、こんな感じですね。まず工場で基礎となる枠組みを一から作っていくところから始めます。ほう。こうやって下地が組み上がったら、次は全体に隙間なくしっかりと断熱を施し、その上から外壁を張っていけば本体の完成です。なんじゃそりゃ、ワンチャン僕にもできるかも。このように本体を工場生産することで、従来の現場工事による技術のばらつきがなくなるよう工夫しています。なるほど。つまり本体の品質を一定に保つことができるんですね。はい。本体が出来上がったらそのままトラックに積んで現地へ運搬します。おお。パッと見、これはコンテナハウス運搬中のようです。ということは、内装や水回りの設置は現地でやるというわけですか？そうですね。現地へ運搬したらこのようにクレーン車を使って据え付けを行い、そこから内装仕上げと水回りを設置したら完成です。めっちゃシステム化されとう。完成まではどのくらいの期間がかかるんでしょう？本体の工場生産を開始してから約2ヶ月くらいですね。はや。約4坪とのことでしたが、実際に建築する土地の広さはどの程度必要なんでしょう？土地の形状や法規制にもよりますが、約10坪あれば建築可能です。なるほど。コンパクトすぎて活用できてない狭小地や持て余してる住宅の敷地があれば十分建てられちゃいそうですね。そうなんです。とはいえ、建築基準法上では一つの敷地内に一つの建物であることというルールが存在しているので、たとえ小さな建物であっても自由に建築していいわけではありません。ふむふむ。となると、すでに建物が建っている敷地の場合はどうすればいいのでしょう？その際は、土地の分割、分筆、接道義務、建蔽率、容積率、臨地境界線の距離など定められた法規制をクリアする必要がありますが、そのあたりは事前にご相談させていただきます。なるほど。すでにメインの住宅がある場合も建てられないわけではないということですね。参考までにお聞きしたいのですが、建築費用はどの程度をイメージしておくと良いのでしょう？今回ご覧いただいたのはパコファミリーというシリーズになりますが、約550万円からになります。そうですか。思っていたよりも現実的な価格で安心しました。ちなみに他にもシリーズがあるということでしょうか？はい、全部で7シリーズあります。いや、シリーズ化しすぎ。ということで、いかがでしたでしょうか？個人的には4坪なのに縦に長めの部屋なので、面積よりも広さを感じたのと、キッチン、風呂、洗濯機、トイレ全てがついていて、生活には全く不都合がなさそうで、あのデッキテラスにも燃えまくりでしたよ。自宅に帰ったら僕も大家さんに相談してみようかしら。コンパクトハウスにせんと？今回ご協力いただきましたスペースエージェンシーさん、本当にありがとうございました。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃん、けん、ぽん。うふふふふ。空がまばゆいなぁ。光がほとばしっとう。こんにちは。個性的な住宅をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていて、むむむ、な住宅を見つけてしまいました。なんと、好きな場所に住める。移動式タイニーハウス。いやー、これも最近、ゆっくり不動産の大好物なんですよね。昨年12月には、あの大人気キャンピングトレーラー、エアストリーム、が突如として住宅街に現れたという情報を聞きつけ、大興奮で内見させていただいたのが記憶に新しいです。で、今回のタイニーハウスを作ったのは、あの、ヤドカリさん、とのこと。ヤドカリさんといえば、ヤンキーだらけの家。
をはじめ、ぶっ飛んだコンセプトが面白かったり、高架下の上昇ハウス、と題して、ありえない場所でトレーラーハウスを一棟貸ししていたり、当チャンネルでもたびたびご登場いただいている個性派揃いのクリエイティブ集団、独特な世界観が斬新で楽しいだけでなく、地域の結びつきや人と人とのつながりを生み出すコンセプトにも考えさせられる部分があったり、そのクリエイティビティにいつも驚かされるんですよね。で、今回はというと、住む場所も立地も環境も好きに選べるという、夢のようなトレーラーハウスを開発されたんだとか、いやー、久しぶりにヤドカリさんの作品を内見できるということで、今からもうワクワクですよ。で、近くへとやってきたわけですが、本当にここであったと？一応、この辺がヤドカリさん指定の集合場所だと思うのですが、場所も個性的なのがヤドカリさんの特徴でもあるので、ここは信じましょう。こんにちは。あ、本日はよろしくお願いします。というわけで着きました。え、ここ？内見する場所の癖がすごいんじゃ。今回内見していただくのは、手前の黒いトレーラーハウスになります。これだったのね。なるほど。もう少し近くまで行ってみましょう。ところで、普段からこの車に乗っているんですか？いや、乗ってないですね。へぇ？動くのかもしれないですが、運転したことないです。なんか置いてあるだけで雰囲気出るじゃないですか。そういうの、わかりますよね。で、わかります。はい、トレーラーハウスの前やってきました。ちなみにこちらの2つも住宅仕様になっているんですか？手前はオフィスモデルになっていて、奥は店舗モデルになっています。よかったらそちらも後で見ていってください。なるほど。ではまずは住宅仕様になっているこちらのトレーラーハウスから見させていただきましょう。ブラックなガルバリウム鋼板で仕上げられたかっこいい外観。小窓はあるものの全体的に室内がベールに包まれていて、このワクワク感もたまらないんですよね。ちなみにサイドから見ると、シャーシの上でコンテナがしっかりロックされているのがわかりますし、室外機の置き場所自由すぎん。さすが、場所にすら縛られないトレーラーハウスの自由さよ。シャーシの先端をつなげれば、このままトラックで牽引できるようになっているわけですね。で、何やら電源ドラムにケーブルが接続されているようですが。このケーブルを伝って室内へ電気の供給が行われています。給排水は工具なしで簡単に上下水との着脱が可能になっているんですよ。なるほど。トレーラーハウスに馴染みがない方からすると、キャンピングカーにあるような簡易キッチンや屋外シャワーを連想しがちだと思うのですが、インフラは一般的な住宅と変わらずに使用できるんですね。そうそう。プレハブ住宅やコンテナハウスの場合は建築確認申請が必要になると思うのですが、トレーラーハウスの場合はどうなんでしょう？いくつかの設置基準を守る必要がありますが、トレーラーハウスは建築物ではなく車両に分類されます。そのため建築確認申請は不要です。ほうほう。車両ということは、つまり不動産ではなく可動産なわけで。ということは、すでに聞きたいことが120個くらいあるのですが、一旦、室内の方も見させていただきましょう。ということでこちらが玄関。室内は約13平米のワンルームになっているようです。このミニ階段も非日常で、トレーラーハウスならではの魅力ですね。失礼します。おぉ。いきなり可愛らしいミニキッチンがお出迎え。壁付けタイプのコンパクトサイズで、下には収納スペースもありです。コンロは設置されていないので、置き型 IH コンロを用意するのがスマートでしょうか。もしくはせっかくのトレーラーハウスなので、暮らす場所や季節によっては外でバーベキュースタイルにしてしまうのも良さそう。続いてこちらにドアがありますね。こちらは、水回りでした。照明と観葉植物がシャレとう。シャワートイレ付きのタンクレスタイプになっていて、反対側にシャワーブースという配置。バスタブがないのは想定済みでしたが、考えてみれば約13平米に水回りが標準装備されている時点で驚きです。ということで水回りは以上ですね。続いて反対側も見ていきましょう。なんじゃこりゃあ。いや、トレーラーハウスには見えん。で、窓でかくない？で、レトロトラックビュー。いや、これは驚きです。丸見えやないかい。と、普通なら思ってしまうのですが、もし本当に移動しながら住むというトレーラーハウススタイルを貫くなら、
この窓の景色をいかようにも好きに縁取れるわけですか。窓を山に向けようか、海に向けようか。もうちょっと東向きにしようかな。なんてこだわってみるのもめっちゃ楽しそうですね。いやー、いつかトレーラーハウスに住む機会があったら、自分だけの絶景スポットを探す旅に出るのも楽しそう。絶景とゆっくり不動産なんてサブチャンネルを作るのもいいな。いつものように旅先をうろうろしていて、むむむ、な絶景を見つけてしまいました。どやこの景色。ということで以上が、好きな場所に住める移動式タイニーハウスの全容です。早い。早すぎる。前回のヤドカリさん内見では部屋に入ってから約3分という過去最短の内見だったのですが、今回はその記録を更新して約2分で終了です。ということで、改めましてこちらが間取りです。全体的にシンプルなワンルームといった感じですが、必要最低限の機能だけにしつつ、大きなフィックス窓を設置することでダイナミックさも演出されていて、移動しながら住むというトレーラーハウスの醍醐味が活かされた作りになっていました。お試しで移住にチャレンジしてみたい方からするとちょうどいいサイズ感だし、移住促進のツールとして宿泊棟にするのもいいかもしれませんね。せっかくなので気になっている点をお聞きしてみましょう。車両に分類されているというお話でしたが、何か条件のようなものはあるんですか？はい、いくつか例を挙げてみますと、法律で定められた自動車であること、車検の取得など適法に公道を移動できること、インフラの接続が工具を使用せずに着脱ができることなどでしょうか。他にも搬入出経路が確保されているなど様々な条件がありますね。ふむふむ、建築基準法では建物は地面に定着しているとあるので、そのあたりもトレーラーハウスは該当しないので車両扱いになるというわけですね。となると税金面はどのようになるのでしょう。車検付きトレーラーハウスなので自動車税が必要になりますが、固定資産税や不動産取得税はかかりません。なるほど。ちなみに実際に住むとなった場合の注意点はあるでしょうか。はい、トレーラーハウスは通常住宅が建てられない市街化調整区域や耕作放棄地にも設置が可能なのですが、かといってどこにでも自由に設置していいというわけではありません。トレーラーハウスは相当な重量があるため、場所によっては土地の整地を必要とするケースもあります。そのため設置に規制を設けている自治体もあります。話を進める前に事前確認は必須というわけですね。そうですね。他には設置したい場所に運搬が可能かどうか、これも確認が必要ですね。なるほど。いやー、普段は不動産の内見がほとんどなので、トレーラーハウスのような稼働さんの注意点を聞けるのは新鮮で勉強になるな。そうそう、タイプの異なるトレーラーハウスもあったんでしたね。最後にそちらもさらっと見させていただきましょう。はい、トレーラーハウスの前へやってきました。先ほどのお話だと、左手がオフィスモデルで右手がショップモデルとのこと。まずはショップモデルの方から見させていただきましょう。こちらは具体的にどのようにして使われるイメージでしょうか。貸し店舗や家具の展示会としてレンタルしていただくことが多いですね。なるほど。個性的な見た目をしてるからこそ展示会場では人目を引くでしょうし、お試しでお店をやってみたい方にもちょうどいいかもしれませんね。さて、お次はこちらのオフィスモデルを見させていただきましょう。ショップモデルよりも広い感じがしますが、先ほどの住宅モデルに近い感じでしょうか。こちらは中も見させていただけるようなので、さらっとチェックさせていただきます。おお。めっちゃ秘密基地っぽい。窓が大きくて明るいものの、すりガラスになっているのでプライベート感も兼ね備えていますね。駅前のリモートワークスペースとして活用されたらめちゃめちゃ需要ありそうだし、移動式の塾や習い事なんていうのも面白そうだな。というわけで、以上で全タイプをコンプリートでしょうか。あ、昨年ですがタイニーハウスの寒冷地仕様モデルもリリースしました。へ？寒冷地仕様？はい、CG になりますがこんな感じです。おお。片流れ屋根になっていて、いかにも積雪地域対応といったデザイン。出入り口には雪が落ちないような工夫がされているわけですか。断熱も手厚くなっているんでしょうか。外張りと内張りのダブル断熱仕様になっていて、窓は樹脂サッシのトリプルガラスです。水回りも寒冷地仕様にしているので、水道管の凍結を防止できます。なるほど。旅する住宅として寒い地域にもガンガン行きたい方は多いでしょうし、今の季節、寒冷地仕様モデルのリリースにはぴったりのタイミングというのもヤドカリさんらしいですね。ということでいかがでしたでしょうか。コロナ禍を経て暮らし方や働き方が変化した現代において、
今回のような住宅の枠に収まらない稼働さんの需要は増えていきそうですよね。個人的には、今の場所は満喫したし、次はどこに住もうかなぁ。と、その時の気分で好きな場所へ英語と引っ越しができる。そんな自由な暮らしに魅力を感じました。加えて、単身者向けの住宅需要も高まってきているので、今まで当たり前だった住宅のスタンダードもどんどん変化していくのかもしれませんね。どのような形であれ、こうやって少しずつ世界が変わって、新たな暮らしが作られていくのは、ゆっくり不動産として嬉しい限りです。Change the world. Create a life. いや、それ弊社が掲げているビジョン。やっぱりヤドカリさんの尖った住宅を見るのは面白いな。今回、ご協力いただきましたヤドカリさん。本当にありがとうございました。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。シェーン、ケン、ポン。うふふふふ。青森に、来たー。空が青いなー。こんにちは。個性的な住宅をご紹介する、ゆっくり不動産です。いやー、ついに本州最北端、青森県までやってきましたよ。昨年進出した福島県に続いて2回目の東北地方になるわけですが、青森は今回が初進出なので、市街地から足を伸ばして千畳敷海岸へやってきました。ここ千畳敷海岸は、日本の夕日百選、日本の水浴場55選に選ばれており、夏は海水浴やキャンプなどで賑わう大人気のスポットになっているようです。やっぱ海辺はよかねー。で、今回内見する物件はというと、北国製スモールハウス。家の大きさがなんと、初坊、でちさ。なんでも、小さいけれど、ちゃんと家、というキャッチコピーになっていて、これまでの狭小住宅業界に激震をもたらす驚きの作りになっているんだとか。こりゃ楽しみばい。場所が青森というだけあって、個人的には、北国製というワードにも興味津々です。というわけで僕は今、青森の名称視聴者の皆さんに紹介すべく、ここへは、快速、リゾート白神に乗ってやってきたんですよね。青森よかねー。さてさて、そろそろ行きましょうか。というわけで着きました。青い県に、来たー。なんじゃこりゃー。真っ青。これはすごい。こちらは青森の有名な観光地、青池。まるでブルーインクを流し込んだような神秘的な湖になっていて、透き通った青というよりも、どちらかといえばシックなブルーに近いでしょうか。時間帯によって透明度が変化するようなので、もう少し待ってみましょう。ほえー。なんじゃこやー。バリスケ島。これは感動です。日が差し込むと透明度がぐっと上がるんですね。神秘的やねー。いやー、青森、青池、そしてこの青空。これが本当の、ブルースリーやないかい。なぜか寒くなってきたので、そろそろ物件へと向かいましょう。というわけで今度こそ着きました。スモール、やってんなー。こんにちは。あ、これはこれは。青森県十和田市に本拠地を構え、分譲地の開発販売、そして今回のスモールハウスをプロデュースされている、アセットポケットさん。本日はよろしくお願いします。早速ですが、今回の住宅のポイントを教えていただけますか？はい。まずこの建物の名前は、スモールと呼んでいます。そのまんまやないかい。小さい中に、すべてが入っているというコンセプトになっていて、小さくても快適に、豊かに住まうことのできる家を目指して開発しました。おお。言葉通りの意味だけではなく、いろんな思いが込められているわけですね。で、初坪というと、一般的なワンルームよりも少し広いくらいだと思うのですが、ご覧の通り見た目は確かにコンパクト。そして、肝心な内装がどのようになっているのかも気になるところです。あそこにもあったのね。あちらはオフィスタイプになっているので、よかったら後で見ていってください。ん？オフィスタイプとはどういうことでしょう？スモールには複数のタイプがありまして、住居タイプ、オフィスタイプ、ホテルタイプがあります。ちなみにどのタイプも増築できるんですよ。ほほ。で、ここもシェア増築部分。なるほど、増築されたイメージはこんな感じということですか？はい、ちょうど今見えてる玄関部分が増築されていますね。
増築なしのパターンはこんな感じになります。なるほど、これは自由度が高いじゃないですか。狭小住宅といってもジャストな広さは人それぞれ違いますからね。建て売り物件で増築なしのタイプがあるので、そちらも後でご案内させていただきますね。お願いします。さて、いろいろとお話を伺えたところで、そろそろお部屋の中も見せていただきましょう。ということで、こちらが玄関。室内は約26平米の 2LK でモデルハウスになっているようです。 2LK？ 何やら聞き慣れない間取り用語ですが、まあ実際にこの目で見て確認してみましょう。失礼します。おお、なんでしょう、思ってたより奥行きあるやん。で、土間は石っぽいデザインをしたグレーのシート張り。ここはさすがにコンパクトですね。シューズボックスを置くとしても物は限られるでしょうから、靴は厳選すべきでしょうね。続いて先へ進んでいきましょう。まずは左側に引き戸が見えてきました。こちらは個室でした。ん？というか、ここ狭小住宅じゃなかったんじゃないでしたっけ。立派に個室あるやん。増築すると個室と玄関部分が通常よりも広くなるんですよ。ほほ、外から見た感じでは完全に小屋のようないでたちなわけですが、建物の中に入ってみるとごく普通の住宅というイメージですね。広さは約4畳。可愛らしいサイズながら、狭小住宅でも個室がしっかり欲しい方には良さそうです。奥にはロールカーテン式のクローゼットもありました。そしてそのお隣は一切の無駄を省いたワークスペース。窓の真ん前なのでめちゃめちゃ明るいデスク環境になっています。それでいてお部屋としてはこもり感もあるので落ち着くなぁ。ここで動画編集したらクオリティが高まりそうです。ということで個室は以上でしょうか。出だしが増築棟部分ということで、ここから先のスペースが通常タイプということになるでしょうか。増築をしない場合はちょうどこの部分に玄関がある感じです。図面で見るとより分かりやすいと思いますよ。この部分が増築棟なので、通常のタイプはここが玄関になります。ふむふむ、増築部分が必要かどうかこの先を内見して確かめてみるとしましょう。で、続いては本体部分にあたるリビング側をチェックしていきましょう。両サイドにマガジンラックあり、空が青いなぁ、ノートを置いておくのがちょうどいいですね、完全に。で、この奥は、おぉ、いい感じやん。ワンルームのような雰囲気がありつつ、トレーラーハウスやキャンピングカーのようなテイストも入っている気がします。なんかワクワクする。うん、一人暮らしだったら全然問題ないというか、むしろ落ち着く気がします。テレビはソファーからもベッドからも見られる配置がナイスですね。このカプセルな暮らしも憧れるんだよな。で、こちらのテラスは先ほど外から見えてたあの部分ですね。ソファーの真ん前がこの大きな窓ということで開放感は抜群。ロールカーテンもついているので、もし落ち着かない場合はこちらを閉めればいい。僕はフルオープン派ですけどね。お決まりのが決まったところで開けてみましょう。おー、めっちゃええやん。それなりに広いので、アウトドア用の椅子を置いてチルスペースにするのもいいし、 DIY スペースにするのもいいし、狭小住宅とはいえ、もし友人を呼ぶ機会があれば外で気持ちよく食事なんて素敵だろうな。ここはモデルハウスなので街中に設置していますが、見晴らしのいい土地に建てれば毎日美しい景色を眺めて暮らすこともできますね。なんじゃそりゃあ、大自然の中、空が青いなあがやり放題な暮らし。電気や水道などインフラがあるという前提なら、場所選びがめちゃめちゃ楽しそう。いや、妄想するだけで鼻血が出そうだな。ということで、デッキテラスは以上ですね。一旦室内へ戻りましょう。あ、なるほど、リビングで食事をしているように見えるので、ダイニング抜きの 2LK というわけですか。さらっと疑問を回収したところで、続いてこちらのベッドスペースをチェックしていきましょう。こちらもカーテンで仕切れるようですね。ちなみにテレビはある程度角度を調整できるようです。奥はクローゼットが設置されていて、ベッドスペースは2面採光の明るい作り。これは、もしや。収納発見。ベッドの下はデカサイズの収納になっていました。8坪という広さなら、集
収納は自分で何とかしちゃってんスタイルでもおかしくはないのですが、これならあんなものやこんなものをしまっておけますね。ベッドはこの向きにしてクローゼットの下を活用する使い方もありでしょうか。これは、もしや、何？これはポータブル電源です。ああ、キャンプの時とかによく使うやつですね。どういうこと？建物の電気配線等は災害時にも対応できるようにしています。もしもの時にこのポータブル電源を使えば、非常照明とガス給湯器が数日程度は使えるようになっていますよ。さすが雪国。ちなみに非常灯はどこに設置されているんでしょう？はい、こちらです。なるほど。万一の時はわずかな明かりでも頼もしいですね。そうそう。雪国という話から思ったのですが、こちらの住宅で冬場を過ごすにはどうなんですか？はい。まず、屋根は雪対策で片流れ屋根になっています。なるほど。確かに先ほどの個室も片流れ屋根になっていましたね。そして玄関と反対側に雪が落ちるようになっていることもポイントでしょうか。増築バージョンの玄関には日差しがありましたからね。続いて壁と天井には高密度のグラスウールを敷き詰めていて、床はスタイロフォームでしっかり断熱してあります。ふむふむ、室内をぐるっと囲むようにバッチリ断熱されているわけですね。はい、断熱、気密、耐震、耐久は提携会社の J ホームが担当しています。地元でも高性能住宅に定評のある会社なんですよ。冬でもエアコン1台で快適なので、ストーブなしでもお過ごしいただけるかと思います。なるほど、高性能、そして災害対策も考えられているというところで、小さい家に心地よくこもる生活、なんだかいいですね。さて、続いて反対側のスペースもチェックさせていただきましょう。早速目の前に扉がありますが、こちらは、シューズクローゼットでした。ここにあったのね。確かに、増築しない通常バージョンなら、ここが玄関ということでしたからね。コンパクトにキュッとまとまっていて、使いやすそうです。僕みたいな横着者は、デッキテラスから入るのが快適そう。続いてこちらがキッチンスペース。がおしゃれすぎん。トクラスさんのキッチンを採用していて、スモールハウスだからといって快適性が損なわれないよう配慮しています。これは一人暮らしには十分、というか、むしろ贅沢な部類じゃないですか。タイルがぎっしり貼られていて、おしゃれ度がマシマシになっているし、上下収納に加えて食洗機までついてくる豪華さよ。ブラックに統一された取っ手や水栓もかっこいいですね。シンクと作業台にはゆとりがあって、一番奥がなんと、下口 IH 式コンロ。もう狭小住宅のキッチンをはるかに凌駕していて驚愕です。続いて、キッチン背面にも扉が設置されていました。こちらは、パントリーでした。可動式の棚が4段設置されていますね。奥行きがやや浅いものの、高さを好きに調節できて、あんなものやこんなものが収納できるじゃないですか。で、お隣の棚には家電などが置けるようになっていて、そのさらにお隣が冷蔵庫スペースという配置ですね。さすがモデルハウスということだけあって、家電のゆとりある置き方がいちいちハイセンス。最近は余白を持つ暮らし方を少しずつ学んでいるのですが、どうしても収納できるだけ買っちゃうんだよな。続いてこちらに引き戸がありますね。こちらは水回りでした。ここにも窓があって明るいですね。小さい家はどこにでも窓が作れるのがメリットというのを今知りましたよ。まず手前が洗面スペース。鏡がシャレトンシャー。壁にはキッチン同様のタイルがびっしり貼られていて、清潔感が際立っていますね。洗面台も一般的なものとは一線を画すこだわりを感じるデザイン。収納は3箇所に設置されていて十分そうです。で、お隣にタンクレスのトイレが設置されていて、仕切りがないのが好き嫌いの分かれるところですが、狭小住宅ではやむを得ないというのと、窓がしっかりめなので換気効率は良さそうです。で、トイレの前は洗濯機スペースとなっていました。上部にハンガーパイプが設置されているので、外に干したくないものなんかはここが便利そう。ぐるっと一周してしまいましたが、最後はこちらのスケスケでない扉を開けてみましょう。こちらはシャワーブース。面積効率優先スタイルで、デザインはブラックパネルが印象的で深みを感じます。シャワー派の方であれば全く問題ありませんし、湯船に浸かりたい派の方はたまに行く銭湯に温泉サウナがより極楽になることでしょう。
ということで、以上が8坪の北国製スモールハウスの全容です。いろいろと伺いたいこともあるのですが、今回は他のタイプも見せていただけるとのことなので、まずはそちらのチェックからさらっと行ってみましょう。はい、先ほどチラ見えしていたオフィスタイプの前へやってきました。外からは見えない作りになっていて、僕もオートモザイクの安心しよう。住宅タイプとの違いが気になるところです。おお。なるほど、増築しないバージョンはこんな感じですか。正面にある横長の窓は住宅タイプと似たような配置ですね。奥にコピー機や棚がたくさん設置されていて、玄関側はワークスペースのようで、まるでプライベートオフィスな雰囲気です。ん？これは、なんとスタビライザーが僕のやつよりハイグレード。アセットポケットさん。交換してくれんと？この二人掛けのカウンターデスクは雰囲気いいな。気の合う仲間と肩を並べてクリエイティブに打ち込む生活。普段一人で撮影や編集をすることが多い僕からすると、羨ましい。羨ましすぎる。ゆっくり不動産も新メンバーの募集を始めたのですが、一緒に働く仲間見つかるかな？たくさん応募来るかな？誰かで、ここから反対側を振り返ってみると、こんな感じになっていました。商談用のテーブルセットが配置されていて、その奥が水回りスペースになっているようです。ということでオフィスタイプは以上ですね。お次は増築なしの住宅タイプをご案内しますね。お願いします。というわけで着きました。おお。パッと見た感じ、ケーキ屋さんとかベーカリーのような印象もありますね。増築棟がない分、玄関周りはオフィスタイプに近い作りでしょうか。あの玄関ドアを開けたら左手にキッチンがあって、右手がリビングとベッドスペースになっているというわけですね。側面から見ると、よりシンプルさが伝わると思いますよ。確かに。こうやって比較してみると、違いがよくわかりますね。ちなみにこちらの間取りと広さは、どんな感じになっているのでしょう？間取りは 1LK になっていて広さは約18平米です。ちなみにカラータイプがいろいろとあるんですよ。なんじゃこやー。スモールハウスの宝石箱やー。これ全部くれんと？はぁ、あ手前から、漫画棟、映画棟、フィギュア棟、昼寝棟、なんて夢のような使い分けもできちゃうじゃないですか。これ全部買ったら、もう増築せんでよか。YouTuber は住宅ローンが組めないので、キャッシュで払うしかないので、つきましては、チャンネル登録してね、動画見てね、応援してね。そろそろいいですか？こちらが先ほどご覧いただいたホワイトアイボリーになります。ほうほう。増築しないと見た目もすっきりして、また違った印象になりますね。続いてこちらがアッシュブラウンになります。おお。シックな感じが大人の雰囲気を醸し出しててかっこいい。最後がこちらのアッシュレッドになります。ややポップな感じが出て可愛らしいデザインですね。こんな開けた場所に設置できたら快適なスローライフが送れそう。ということで個人的には夢は膨らむばかりなのですが。真面目な話、購入しようとするとどのくらいの費用がかかるんですか？住居棟タイプだと 1LK の本体価格で約580万円になります。その他に建物の設置やライフラインの接続などで費用が必要になるイメージでしょうか？はい、一番最初に見ていただいたモデルハウスはフルオプションタイプになっているので、細かい違いが気になる方はお問い合わせいただければご対応させていただきます。お問い合わせは今ご覧になっているこのゆっくりさんの動画の概要欄からどうぞ。うまいことやってんな。ちなみにこのサイズの建物となると工場から運んでくる感じなんでしょうか？そうですね、外壁まで張られた状態で運搬して現場まで持ってきたらクレーン車で持ち上げて設置しています。こんな感じですね。面白い。ガチのクレーンで持ち上げて設置するんですね。スモールのサイズは幅 2.5m、 長さ 8.5m なので通常の大型トラックでの輸送ができますよ。なるほど。特殊サイズになると運送費も高額になるわけですが、通常サイズで OK ならお財布に優しく嬉しいポイントですね。ちなみにトレーラーハウス的に好きな場所へ移設するなんてこともできちゃったりしちゃったりするんでしょうか？できますよ。ただスモールは頻繁な移設には向かない作りです。
簡易的な生活を前提に移動を繰り返すのであればトレーラーハウスの方が良いかもしれません。なるほど。そもそものコンセプトが、小さくても快適に豊かに住まうことのできる家なので、腰を据えて暮らしたい方にぴったりということですね。最後に、今回スモールを開発しようと思った背景があったら教えてください。私自身、カナダに5年間留学して現地の住宅に接してきたのですが、4年間は都会のバンクーバー、1年間は北極圏の小さな町でトレーラーハウスに住んでました。へぇー。そんな中で衝撃的だったのは、カナダでは中古住宅の需要が高いという事実です。カナダの人は本当に必要な規模や設備の家を購入し、将来のライフスタイルの変化に合わせて住み替える、という合理的な考え方をしていました。そうなんですか。日本では住宅を一生に一度の買い物と捉えるイメージがまだまだ強いですし、何千万円という住宅ローンを抱えることが一般的ですからね。そうですね。なので、将来のライフスタイルの変化にも柔軟に対応でき、無理のない暮らしを実現できる小さな快適空間を開発できれば、日本の皆さんのお役に立てるのではないかと思ったんです。貴重なお話をありがとうございました。なるほど。将来のライフスタイル。いやー、なんてありがたいんでしょう。僕は今欲しいじゃけどね。ということでいかがでしたでしょうか。個人的には初の青森ということで新鮮な気持ちで臨めたのと、個性が光る住宅だったのでとても楽しく内見できました。しかも人生の選択肢が広がるようなお話も聞けて今日は大満足ですよ。ゆっくり不動産の全国制覇企画はまだまだ道半ばなので、今後も初進出するエリアが目白押しです。これからどんな個性的な物件に出会えるのかと想像すると今から楽しみでなりません。撮影のご依頼は変わらず受け付けているので、むむむな物件があったらぜひ DM で教えてくださいね。今回ご協力いただきましたアセットポケットさん、本当にありがとうございました。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃんけんぽん。うふふふふ。こんにちは。個性的な住宅をご紹介するゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていて、むむむな住宅を見つけてしまいました。今回はなんと空き家を大改装した15坪の上昇戸建て。へ、15坪は普通やなかと？と思った視聴者の皆様、ゆっくり不動産に侵されすぎばい。いやいや、世間一般では15坪以下を上昇住宅と呼んでいますし、上空から見たら8坪ですからね。で、広さはさておき、改装住宅と聞いて気になるのはやはり、Before, after. 普段の動画では写真で違いをご紹介することが多いのですが、今回なんと、Before の動画を提供していただけることになりました。僕みたいなオタクからすると、改装後の綺麗な状態をメインとしつつ、Before の状態もサイドメニューとして欲しいわけですよ。というわけで、今回は東京都江東区へやってきております。早速行ってみましょう。空が青いなぁ。というわけで、こちらがリノベーション前の外観。おぉ。撮影の仕方が心なしか。ゆっくり不動産風じゃなかと？で、手持ちの資料によると、築は46年のようです。これは昭和を彷彿とさせる作りですね。玄関がこんな感じで、いかにもレトロスタイルな引き戸になっていたわけですか。ガラガラガラ。めっちゃノスタルジック。入って右手が廊下になっていて、正面はダイニングスペース。壁がめっちゃ懐かしか。奥に個室があるようで、なかなか奥行きのある作りですね。おせんべいとみかんを常備しておきたいダイニングテーブル。奥の個室はこんな感じ。二面採光になっているのですが、電気をつけないとちょっと暗い感じがしますね。玄関右手の廊下を進むとこんな感じ。この塗り壁のザラザラを床に落としてよく怒られたのも今となっては良い思い出だな。なるほど。突き当たった先は階段になっていて、2階へ行けるようになっていたんですね。階段を登った先にお風呂があって、壁を隔てた先に個室という配置。あ、このさらにお隣にも2つ目の個室が広がっていますね。こちらは浴室の中ですね。窓があって換気力は高そうですが、浴槽はそれなりに年季が入った感じでしょうか。
全面化粧台がれとろ。物干しざおもれとろ。個人的には懐かしさもあって楽しく見させていただきましたが、確かに古めかしさを感じるのは事実ですね。ということで、ビフォーな意見は以上でしょうか。今回は昭和レトロな戸建てを丸ごとリノベーションされたとのことで、アフターがどうなっているのか、早速見ていきましょう。というわけで着きました。なんということでしょう。いやこれ、かっこよ。あの昭和レトロでかなり年季の入っていた姿から、ブラックの外壁にキノコ押しがアクセントになったスタイリッシュスタイルに大変身。ちなみにサイドから見てみるとこんな感じ。なるほど。現在の建築基準の関係で、この幅分が減築されているようです。以前は指導ギリギリまで建てられていたのが、リノベーション後は減築されて建物全体が後退したというわけですか。とはいえ、この囲いの中は外から見えにくいようになっていますし、何かしら有効活用できるようにも見えますが。有効活用できてるやん。ニュースペースには居心地の良さそうなベンチが設置されていました。資料によると、ここは中庭とのこと。ここは建蔽率に含まれず、建築基準にも適合するわけですか。ほえー。きわえのー。さて、そろそろ建物の中も見せていただきましょう。あのビフォーの状態から、内装はどんな感じに変わったのか。ということでこちらが玄関。室内は約53平米の 2DK になっているようです。あ、引き戸なんですね。なんということでしょう。あのチーズおかきと味好みが似合いそうだった姿から、ルマンドとエリーゼが似合う和モダンな空間に様変わりしていました。床はグレイッシュなタイル張りになっていて上品な仕上がりですね。どこまでがどまなん。なんかここにシルバーの何かがありますが、これが鎌地なんだとすると、ドマチッサ、ということになりますし、このタイルエリア全体がドマとすると、ドマヒロ、になりますね。で、玄関入ってすぐのこちらはダイニング。奥が障子で仕切られていて、間取りはビフォーを踏襲している感じでしょうか。もともとあった壁と廊下は解体されていて、壁の奥に隠されていた昔懐かしい階段も、毛込みを省いたアイアンの吊り階段に進化していますね。ちなみにダイニング全体を見てみるとこんな感じ。手持ちの資料によるとダイニングの広さは約 6.5 畳。壁と廊下を取り払ったことで空間が広々していますね。和モダンだな。キッチンはダイニング一体型になっていて、ご覧の通りしっかりスペースが確保されています。実際には通路兼キッチンスペースという使い方になるでしょうが、買い物帰りの荷さばきが超便利なスタイルですね。続いて、このままキッチンの方もチェックさせていただきましょう。こちらのシェルフはオリジナルで作ったんだとか、そのまま上部収納の役割もこなしているんだとか、これ欲しい。キッチンはもともとあった場所と同じポジショニング。以前は年季の入ったレトロキッチンでしたが、リノベーション後はスタイリッシュなオールステンレスキッチンになっています。モスグリーンに塗装された壁のテクスチャーがかっこいい。少し引いたところからも見てみましょう。いい。すごくいい。細かく見ていくといろいろなテイストが混じり合っているのですが、それぞれが絶妙なバランスで調和して、趣味の良い和モダン空間を演出していますね。ちなみにこのダイニングテーブルですが、こんな感じで折りたたむこともできるようになっていて、狭小住宅でも使いやすいように設計されたオリジナルアイテムだそうです。何このお皿かわいか。おしゃれデザインだけでなく、狭小住宅ならではの創意工夫もあって、今日は勉強になるな。お次はこちらの障子を開けさせていただきましょう。こちらは。なんじゃこやー。めっちゃいい。ビフォーの薄暗い雰囲気を思い出してくださいよ。ここからの、茶室と呼んでも過言ではない素敵な和室に大変身。あえてブラックエアコンというチョイスも、さらにモダンテイストを加速させている気がします。和室の広さは6畳。ご覧の通り土間部分と和室に段差があり、いわゆる豪華商店スタイルになっていますが、こうすることで元々のフラットな作りよりも、空間を分けられるメリハリ効果があり、天井の高低差も感じられる面白い作りになっているわけですね。これはゆっくり腰を落ち着けられる和室なんじゃないでしょうか。ダイニングと隣接してるので和室をリビング代わりにするのもいいだろうし、障子で仕切れるので来客用の客間としても素敵なおもてなしができそう。狭小住宅なのに用途による空間の使い分けもできてしまうとは、ここの設計師さん。やってんなぁ。
あそこに何かありますね。見たところ、引き戸と扉が並んでいますが。まずはこちらの引き戸からチェックしていきましょう。こちらは、トイレでした。小窓もはモダン。小窓もはモダンと早口で3回唱えられますか？ブラックの壁に手洗い、床のグレーなど、かっこよくも落ち着きある雰囲気になっていますね。トイレはベージュとボルドーの中間を行くカラーで珍しい。ランダムに設置された棚板にもこだわりを感じます。続いてお隣の両開き戸をチェックしてみましょう。こちらは、収納でした。棚もハンガーパイプも全てが可動式で、作った後にどうなっても後悔しないスタイル。棚板が足りない場合は後で追加できるようになっているとのこと。丸穴発見。ここに指を引っ掛けまして。なんというか下収納。なるほど。和室を一段高くしたことで、床下に収納も作れちゃったわけですね。この発想は拍手です。ということで1階はこれでコンプリートでしょうか。続いてこちらの階段を登って2階部分を見せていただきましょう。ちなみにこちらの造作収納はシューズボックスになっているようなのですが、奥行きがきつよかいな。中に荷物があるので開けるのは自重させていただくとして、どの角度から見ても大人用の靴は入りそうにないんですよね。横に入れるってこと？ん？あれは、何屋さんで何をくださいと言えば手に入るのかわからない何か。って奥行きめっちゃあるやん。へ？どげんなとうと？サイドサイドから。は。よく見ると、壁に埋め込まれとう。なるほど。シューズクローゼットを壁に埋め込むことで奥行きを確保していたわけですね。しかも通路幅まで広くなる一石二鳥なアイデア。やはりここの設計師さん。やってんなぁ。シューズボックスの謎が解明したところで、いよいよ階段を登っていきます。何このオシャレアイデア。僕も帰りに小石拾って帰ろうかな。コンクリーティーな壁に木のぬくもりを感じる癒し系の吊り階段。名前の通りアイアンで吊っているわけですが、安定感は抜群です。正面がニッチになっていて、可愛らしい観葉植物が飾られていますね。緑はええのー。で、登った先には引き戸がありました。ビフォーによると、右側が浴室で、左側には個室が2つ配置されていたんでしたね。まずは右手の引き戸からチェックしてみましょう。こちらは、やはり水回りでした。洗面化粧台は以前のレトロな感じから、ご覧のようにスタイリッシュさが漂うデザインになっています。シンプルな見た目で余計なものがなく使いやすそう。共商住宅には洗面化粧台がそもそもなく、トイレ手洗いもしくはキッチンシンクと共用なんていうケースが多いですからね。このサイズの洗面があるだけでかなりの贅沢のように思います。この流れでこちらのスケスケでない扉も開けてみましょう。こちらは、シャワーブースがなんかゴージャス。以前のユニットバスからハイスペシャワーブースに変身していました。こちらにベンチが設置されていますね。ここに腰をかけてシャワーを浴びれる感じでしょうか。で、何やら見慣れないハンドルがありますが、これ土源して使うと、とりあえず適当に回してみようかな。資料によると、一番上から、打たせる。で、なんじゃそやー。これかいな。修行できると？で、真ん中がオーバーヘッドシャワー。その下が普通のハンドルタイプのシャワーということのようです。商品の詳細が知りたい方は、リクシルさんのシャワーユニット NS で検索してみてください。リクシルさんから案件来ないかな。おっと、危うく心の声が出てしまうところでしたよ。心を落ち着かせて内見を続けましょう。水回りのチェックを終えたところで、お次は先ほどあったもう一つの引き戸を開けてみましょう。こちらは、なんということでしょう。壁で仕切られて暗かったあの二つの個室が、仕切りを取り払って、なんとも明るく広々した個室に大変身。いや、変わりすぎ。もはやリビングと言っても過言ではない見た目ですが、手持ちの資料によると、ここは 2DK の2に当たる個室のようです。こちらのテレビボードもオリジナルで作られたようです。共商住宅に引っ越すとなると、もともと持っていた家具が収まりきらないなんてパターンも多いはずですが、
ここはとてもそんな風に見えないほど充実した家具ラインナップ。とはいえ、狭小住宅ということに変わりはないので、これは実際に狭小住宅を検討中の方には参考になるんじゃないでしょうか。さて、このままこちらの引き戸を開けさせていただきましょう。ハイドアは視覚的に空間を広く見せる際に使われることもしばしばで、これも狭小住宅ならではの工夫の一つというわけですね。で、こちらは明る引き戸を開けた先は眩しいくらいのサンシャインスペースになっていました。元々の個室にあった窓をそのまま活かした感じですね。あ、こちらに洗濯機スペースがあったんですね。ちなみにこのポジショニングはビフォーと同じ配置で、反対側を振り返ってみると、こちらにコンパクトなおしゃれ手洗いが設置されていて、その奥に何やら見慣れない扉が設置されていました。あ、よく見ると、この扉は折れ戸になっているみたいです。確かに、普通のドアなら手洗いにぶつかってしまいますからね。これは面白い工夫だな。とりあえず開けてみます。こちらは、トイレ2号。明るく、清潔感抜群で気持ちいい。窓が大きめなので、換気力も高そうです。トイレはタンクレスタイプ。シンプル、かつ上品な雰囲気になっていました。ということでトイレは以上ですね。さて、再び個室に戻っていきましょう。はしご発見。ってなんじゃーやー。あれもなんじゃーやー。なんじゃーやー。ロフト来たー。そして、天井の形の癖がすごいんじゃ。これはつまり、もともとこんな感じであった天井を取っ払い、その分高くなったスペースを使ってロフトを作ったということですね。いやー、狭小住宅でここまでのことができるとは。こちらのロフトは後ほど登らせていただくとして、まずは先ほどから見えてるこちらの小上がりからチェックしていきましょう。手持ちの資料によると小上がりの広さは 3.5 畳。いやー、ここでお昼寝したら完全に決まりますね。資料によると、は、ここをこうやって、ほら床下収納。畳を1枚開けただけでこの大容量。これを全部開けると、ややってんなー。あの漫画やこの漫画もしまえるやん。済ませて。続いて何やら奥にもスペースがあるようです。照明が丸いなぁ。お月様のように見えなくもないですね。なんて言ってる間に奥のスペースが見えてきました。この先はウォークインクローゼットになっていました。これ本当に狭小なん。丸穴発見。むふふふふ。これは床下収納ですね。荷物があるので開けるのは自重させていただきますが、開けるとこんな感じになっているようです。あの漫画やこの漫狭小住宅に住むならミニマリストな生活を心得るべし。というのが僕の勝手な格言なのですが、今回の内見でそのイメージが完全に崩れ去った気がしますよ。正直、このウォークインだけでかなり十分な収納量なわけで、さっきも言いましたが、これ本当に狭小なん。と思わず突っ込みたくなる圧巻な作りに心から拍手です。ということで、ウォークインクローゼットは以上でしょうか。いやー、すでに普段内見する狭小物件を数件見た満足感があるのですが、最後にまだこのロフト部分が残っているんですよね。とりあえず登ってみましょう。というわけではしごを設置してみました。いやー、こうして天井が高く抜けていると、空間として開放感があるんですよね。ちょっとした隙間スペースも逃さず有効活用する心意気がさすがです。おー、奥行きめっちゃあるやん。荷物はたくさん置けそうだし、ここにコンセントもあるので、間接照明を設置すれば、漫画喫茶のフルフラット席じゃないですか。最後に、ロフトからの眺めはこんな感じになっていました。こうして見下ろすと確かにコンパクトな印象がありますが、しかし内見しているとあまりそこは感じなかったんですよね。むしろ、こういうのでいいんだよ、こういうので。というわけで以上が、空き家を大改装した15坪の狭小戸建ての全容です。一旦ここで全体の振り返りをば。建物全体は綺麗にリノベーションされていて、ビフォーの面影を感じさせないスタイリッシュな姿に大変身していました。元々の状態から減築されていたものの、
交代したことで新たに生まれた中庭は、外からの視線が気にならない作りになっていて、室内の延長のように使えるプライベーティーな空間になっていました。玄関入ると、まず目に入るのがダイニング。昭和レトロな以前の姿から和モダンなデザインになっていて、限られたスペースを最大限広く見せる工夫が張り巡らされていたのが印象的でした。奥の個室は一段上がった和室。客間としてもリビングとしても使える一人二役な作りで素敵な時を過ごせそう。一階は全体的にキュッとまとまった作りになっていて、やろうと思えばお店もできちゃうくらいの素敵デザインになっていました。二階の個室は仕切りを取り払い、ビフォーと比べて広々した空間になっていて、なんといっても衝撃的だったのは収納の多さ。小上がりとウォークインクローゼットの床下収納に加え、さらにロフトまでついてくるという贅沢仕様でした。狭小住宅らしからぬ収納量に度肝を抜かれてしまったなぁ。あ、そうそう。2階の小上がりはこんな使い方もあるようなのでご紹介しておきます。おぉ。なんと掘りごたつスタイル。小上がり一つとってもいろいろな活用の仕方があるんですね。こうやって新たな発見が生まれると、内見を終えたばかりなのにもうすでに次回の内見が待ちきれなくなるんですよね。いやー、内見は奥が深いなー。今日も個性的な住宅に感謝。今回ご協力いただきましたアースさん、本当にありがとうございました。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃん、けん、ぽん、うふふふふ。チャンネル登録してね。してね。ツイッターやってるの知っとうと？フォローしたと？そうね。ありがとねー。